バルログステージか。普段やらないかもしれない。カメラそっちなんですよ。そうですね。来ました来ました。オッケー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 であれば、もう始まってるのか。そうですね、もう画像は出てて、ぼちぼち音声が入りますので、まあ暴言を少なめにしていただければ。今のうちじゃ死ねと。いや、今のうちってもう入ってます。はい、どう。ふざけん。80万だろ、飛べん。久しぶりに格ゲー見た。お、届かねえのか。あ、そっか、ゴッツあんまり最近なんかあれを今届かない。してないってことあります。そうだ、やってますよ。ブレブルすごいやってます。あ、ブレブルやってます。はい、じゃあですね、まあ、ぼちぼち始めていきましょうか、メソのダイヤで2位だった本だって、こうやってすごい古い情報知ってる方がコメントしますよ。あんな信じちゃやばい。あんな信じちゃやばい。あ、今のがあれかい。 DJ1位でしょ。あ、本当だ、わかりました。あざす。じゃあまあ、ということでね、今は、久しぶりに Xbox を引っ張り出しましてですね、ATD をクラシックモードでやっておりますというところですね。アベビーで、さっき。で、ちょっと今、今プレイヤー名をリスペクトしたね、動きが出ましたけど、で、今プレイヤーがの松津さんと長田さんで、長田正月さんで、一応松津さんがかける5、まあ一応主催ということで、で、長田さんが一応関西の大会まとめ兼つつですね、この2人、海外にも結構行ってて、だけカナダと、ちょなんで今ので、その前にちょっとニューヨークも行ってて、で、一応ニューヨークは、そうですね、宮北というんですかね、海外大会と大体この2人が上の方で当たっててやってますんで、まあ、割と海外動画を見てる方は、この2人はお馴染みだという感じじゃないでしょうかね、ということでございます。で、まあ、なし崩し的に始まるとなし崩しちゃう気がしたので、とりあえずゲーム画面映しとけばとりあえず閉まるだろうというですね、まあそういう感じで今、映しておりますという感じですね。おいおいおい、試合すぎだろ。いや、当たりゃいいや。でですね、でございまして、さっきのアベビンディに言ったら分かる。前に来るかなみたいな。で、まあ、今日の、本日の、趣旨としましては、まあ、ストリートファイター 2X のですね、毎年やっております ×5、5×5 大会ですね。これがほぼ最初の大会からすると 何年目ですか、何回目ですか。ジャイリサー2004年ぐらいでしたっけ、最初って。ジャイリサーをなんだ10回やって、それでやめて ×5 にした。 ×5 何回目だっけ。3回目で13年じゃない。あの、トラタワのやつから数えて13回目。あ、数かってことですか。じゃあトラタワ、昔はね、秋葉のじゃあ多分ジャイリサって名前にしてからだから。いやでしょうね。ジャイリサにしたのって2007年ぐらいじゃないですか。6年ぐらいじゃないですか。我らがチャムちゃんが梅倉兄貴を参立したのはいつでしたっけ。2007年か。いや、5年ぐらいかな。そんな前だっけ。はい、長さんお久しぶりです。シャグジーブリス、おい変態感覚。おい元気元気、いよるよね。いよんねんなって。で、TZW さんで始めたのが2004年でしたっけ。3年でしたっけ。あ、じゃあちょっと後で資料出すわ。ですよね。第1回って松尾さん優勝したんですよね、確か。あの波たまわりだっけ。たまわりで、あのジャイアさんのところで出したやつが。ということで、ニセガの大会、そうですね、サムちゃんが3立てしたのはニセガだと思うんですけど、ああ
いやという感じで、まあ、およそ14回、5回ぐらいやってるのかな、つまり、その虎タワーから行くと。ということで、まあまあ、私もね、その第1回から参加したわけではなく、2世紀ぐらいから参加してますので、すべてのあれじゃないんですけども、まあまあ、十何回目を数えまして、今年もね、事前エントリーで36でしたっけ、事前36、ね、36っていうことで、今までの大会の180人マックスで、マックス180人事前エントリーをしてると。あ、で、そことあとなんだけど、ワニ計算のあれが4人があるから184人。あ、184人、とりあえず184人事前エントリーしてるんで、まあなんか200人いきそうな。最近サードといい、なんといい、なんか200人超えしてきて、あの同窓会大会が第1回が2005年のトライだって。2005年。あ、2005年ですか、第1回は。マジですか。アミューズメントタワーで第1回、うん、その時は81人。81人、約倍。なんかあれですよね、そっちの時の方がプレイヤーいそうな雰囲気ですけどね。そうね、さすがに2005年の方が、うん、いやね、んなこと結構意外とね、毎日減ってる減ってる言われてるんだけど、減ってないんだよ。全体的なプレイヤー増えてますよね。あ、全体的なプレイヤーは逆にあれか、さすがに減ってるかもしれないですけど、大会に来るようなプレイヤーが逆に増えてるってことですかね、うんうん、なんか終わった終わったって、なんかいつもなんかギターとかで言わせるけど増えて終わってねえんだよ。逆に増えてんだよ。何年か終わったって言ってんだよ。まあそうですね、新しいプレイヤーもかなり見かけるようになりましてっていうのもね。こっちの方がいいんだね。こっちでちょっと狭いんだね。これでもこのタイプになるの出るやつって、うん、でも変えられますよ、右側には。ああ、そこそこ、それで。はい、という感じでございまして、まあそういう感じですと。で、今年一つ的に終わるやつ。今年がそのだ2005年からだから12だから13回目か。すごいですね、13回目ですね。ようやってますね。当たんねえか。私も2007年だから6年あたりから参加してるはずですので、結構いいでしょあれ。うん、めんどくさい。あの、だったらさ、ファイアハードで暴れるしかない。なかなかね、この同窓会システムうまく働いてんじゃないかと思います。はい。で、同窓会ダメはよくない。どの口が言ってるんだ。はい、ということでね、今年はじゃあ184人事前エントリーしてて、さあさあ、いよいよね、直前ということで盛り上がってきましたということでね、進んでいきましょう。ゲームを映したのはいいんですけどね、このままお二人がなんか、ま、このまま永久に怠慢した説もありますけど、さあさあさあ、何から話していきましょうかね。とりあえず、じゃあ2人もね、まあ、話やってもらってますんで、歴史からね、振り返っていくような感じにしましょうか。さてさて、はい、まずなんか、ファイボーンって、結構、TS トミーさんがやろうって言い出したんですか、いきなり。いきなりってこともなく、最初にやろうって言ったのはジャイアン、うん、あ、ジャイアンさんだったんですね。で、ジャイアンさんがトライのあれは一番最初あれじゃないですか、トライ5-on-5だ。それをあれもジャイアン、ジャイアンさんが言って、で、TSW さんに相談して、そうそうそう、で、トライで実現みたいな。当時のミクシーの日記かなんか残ってる。おお。あの頃って大きなゲーセンとかそういうような融通引くようなところでトライじゃなかったから。そう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 、そうでしたかね。うん、で、そこで第1回やって、で、並木残党勢が優勝したというような感じですかね。残党というか、あの時まだみんな並木があったか。あったよ。あれ2005年ってもうあるよ。まだあった。並木って2004年じゃなかったか、平均でギリギリあったと思うけど。いや、去年だか一昨年だかで10周年、亡くなって10周年だからギリギリあったと思うけど。あれ並木たまわりやねえっつって、俺2000、私、いや画面が何も取り上げちゃうと、我々の顔を映すか、このね、あれになっちゃうんですよ。
そうそうそう。デモ画面でもミスするとこ行ってほしくない。いやだからなんかあの流しでプレイできるなら流しでプレイされても大丈夫です。そのガチでやるとあれなんで。喋りながらやればいいわけ。そうそうそう。なんか流しでプレイしてもらえれば。そうそう。なんだったらその赤いサブキャラでもいいし。そう。マルチプレイヤーで。マルチプレイヤーのローカルマッチですね。それが逆のボタンだ。あ、ローカルマッチ。ねボタンで。でクラシックアーケードです。流しだからまあその会話に集中できるような感じのすごい適当プレイで大丈夫です。あのあれ俺 S になっちゃったじゃん。いや多分 X だよ多分。という感じですよね。あれちなみに皆さんどうなったか並木の閉店何年だったか覚えてる方いらっしゃいます？私2004年だった記憶あるんですけど。なんだかとね、ニセカがあの一旦西スポが一旦こうなんですかね、リニューアルした時が2004年だったとってその時になんか波形でなったと思うんですよね。なんか覚えてらっしゃる方いればっていう感じですけど。勘弁何年さあどうとかいますかね。まああんまり覚えてなければって感じですね。ニョキで、第2回はどうしたっけ。第1回大会前の試合で浜木さんが梅さんをボコしたらしいですよ。それ面白いですね。その情報面白いですね。浜木連携あるからな。浜木さん強いからな。まさかまさかと思い出したくて、明日あの前夜祭平君来るらしいですよ。あんたまさか。あんたまさかっつって平白石農業で来るらしいよ。第2回からしばらくクラブセガでやった。あ、そうですね。僕第2回行ったかな。おい、2ヒット置きかよ。で、第2回からニッセガでやるんだったんですかね。で、運営チームもあのジャイアンさんメインになったんですか、そこから。いや、一応最初からジャイアンメインで。あ、そういう感じなんですね。トロタボもじゃあそうだったんですね。はい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 。おお、ジロケンダブルサバでだ。素晴らしい。はいはいはい。第2回から、っていうか最初からジャイアンがクーペとか見て、あー、なるほどなるほど。ファイブオンファイブの企画は畳めてるとかいう話をしてて、うんうん、はいはいはい。そんなしてたね。なるほどなるほど。なんかジャイアンに対してからファイブオンファイブっていうよりはなんかブターカップとかなんかそんな感じで。あー、ザ・スーパーブターカップだって。まあ当時は、豚入ったそうですね、あの豚ボコボコ軍団入ってましたかね、当時は。の豚ボコボコ軍団とか言うな。豚ボコボコ軍団80キロ以上ないとなんか参加資格がないと。豚ボコボコ軍団ちょっと懐かしいですね。当時ありましたね。第1回サイドコロの見どころは、ね、おじい真空がムテに直撃って書いてます。あ、そう、ね、おじい真空がムテに直撃って書いてます。結構なんか知ってる人間なんですよ。誰ケンプじゃないの。はい、ということで、まあ、そんな感じなんですけど、そこからじゃあ10年ぐらいニッセガでやったって感じですかね。10年もやってないか。やったのは10年もやってないわ。ニッセガは2008年ぐらいまで8年かな。3回2回か3回やっ た、はいはいはい。その頃はまだあの攻撃の種目にも選ばれるぐらいまだあのメジャータイトルだった。まあそうですね。2007年が一応ハイパーの闘技があってっていうことですよね。第1回闘技に X 選ばれて、そこが2003年の話ですよ。で、おい、出ねえんだよ。変態出てほしかった。なんだっけな。で、2004年にハイパーが出て、で、なぜか2、3年経ってから2007年の闘技に選ばれるというような状態でしたね。2オンだったり3オンだったりしてる。そうですね。クラブセガで3回やって、まあ、その時はまた梅原とか出てたような感じで。そうですね、うん、ハイパーの時も出ましたよね。出てた。ハイパーは確かだって大郷と組んだでしょ。闘技か。そうですね。2007年のファイブオンってなんか梅抜き時戸倉橋ジャイアントとかナムダチームじゃなかったっけ。なんかそう、なんかそんな感じでしたよね。それがね、うん、一応4位になってたはず。格ゲー誤信確保ハテナみたいな感じで。そうだそうだ。梅原 D がいる倉橋 X 流抜きチュンリーのジャイアンダルシムの時のバルログ。結構ふざけたチームだね。
ふざけたチームですよ。意外と勝ちにいくよ。完全にふざけたチームだったんですけど、なんかこれ中村さんがなんか倒しましたよね、梅さんね。なんかキャビーで。真面目な出会いを探しています、神奈川県中西24歳。お、そうだ。それは確か4位。この時中西まだ24歳だったんだ。2007年で。この時に間、吉尾デビューだ。ファイブオンでもね、一応出てるんですよ、前の年も。そうね。はい。なんか、ゆりちからが出てきます。あの、あれで。また入るのキャミーかよ。で、このキャミー、ブサイズまあ、あの、いや、容姿のことは言っちゃいけない。海外基準なんで。日本人的感覚で、そうですね。梅さんは2006年も出たんでしたっけ？こんなんかあの兄貴さんたちと組んだ時ありましたよね。ガチベンジャー派とかいう。何でしたっけ？兄貴さんと高坂さんと、スターさんと。やばい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 。死ぬ死ぬ死ぬ。何でしたっけ？アニケン・トサカ、スター・クラハシの5人。あれ？あ、そんな感じでしたっけ？チーム。そうそうそう。なるほどなるほど。梅さんもだからね、意外と X のイベントには出てるというとこですね。でもあん時もでもその無敵さんの今奥さんになったチャムさんがその梅倉兄賢とサンタでして優勝に大きく貢献したというようなサンタテの時はあれでしょ、決勝じゃなかったっけ。決勝ですよね。決勝の星取りというか指名制ので、それやったのはチャム狙い撃ちしてギャンなんか負けるみたいな。そうですよね。それは第2回の5 on 5で要は組み合わせを相手が選べるってやつで、うん、ああそうでしたね。で先にいくつ買ったら勝ちみたいな感じ。はい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 。でこうまあ1組み合わせにつき、まあ、1回ずつっていう扱いだったけど、まあそりゃね先に何勝した方がっていうんだったらチームの中でそんな強くないチャムを狙うっていうのは当然なんだけど、はい、チャム狙って買い打ちにあって買い打ちにあってたっていう、はい、でゆべらさんが大喜びしたというところですね。ムテチャム数字ゆうべが店長っていうチーム対、ね、梅原にケンスター、田坂、倉橋っていうチーム、はいはい、まあ田坂さんとチャムが狙い撃ちされるっていう、キャラクター的に、ね、まあ田坂さんキャラ的、キャラ的にキャミーだからまあね、そりゃ狙うでしょうっていう、まあそんなそんな感じでしたね、はい、僕もじゃあ一応2回目から出てますね、じゃあ、最後の声です。第3回がハイパーでやったっていうね。そうですね。まあでも吉は若いな、うん、一応じゃあ2回目から出てました、ね、吉は若いな、はい、中西と同じぐらいでしょ、だって年齢中西より3つですかね。あれいくつになったんだっけ、吉って。36ですね。まあ全然若いじゃん。36でしょ、若いよ。まあ私、あの5勢の若手とは18個ぐらい違いますけど若いですね。なんか番組の説明で、ね、若手吉尾って書いてたけど、どう考えても若くねえだろって。まあ年齢的にな、でも実際若いよ。ちょっと自信入れとか言ったらちょっと悲しみますけどね。周りの若さに。これゲームバーとかでストーやってるとなんでこんなおっさんいるんだって状態なんだけど。あれじゃな、虫君と小村さんの出会いみたいな。で、で、その後、ニステカでやったんですけど、なんかあの、ニュートンとか、バーサスだとかが、結構、一つ置くようになって、そっからなんか、ニュートンにバーサスしても、昔から置いてはあったんだけど、要は大会の会場としてやるには、ハメかよ。ハメいけないことは何もない。だから、西セガ、西セガで3回やった後にバーサスで2回やって、はい、その次ニュートンでやったっていう。なるほどなるほど。さあじゃあそうですね。で、
その時結構高すぎる変なところがあるさ、また食べなくなっちゃった。食べなくなったね。死んだか。その時だから結構なんかバーサスニュートン時代は結構なんか新しい人も増えてきたみたいなイメージ。そうね、バーサスで2回やってありますかね。東大戦の効果がでかいんじゃない。そう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 。あれがやっぱ10え、この間で6周年、5、6周年いってんだよね。うん、だってもう6万回ぐらいやってるでしょ。うん、6万回はやってないです。6万回やってるだろ。どう考えても軽く聞き流したけど、それは気にならない。いや今、うんって言われてるから、いや、いいんだって思ったんだけど、通してくれないんだ、すごい。老人ってもう昔は30代だったはずで、あ、そうだね、30代で老人老人言ったのにね。そう今だって40そこそこじゃまだ早いだから。そう俺ら、明日さんが40歳になった時に結構何辛かったけどさ、さんざん終わる指差して笑ったのね。そうですね。指差して明日さんが40歳になったのっていつ頃したっけ。俺らとっくに超えてんだけど。超えたね。明日さん40歳だったのは当時のあれよ。だって明日渋谷時代とかしたっけ。俺新宿勤務時代とかだ。新宿勤務時代とか明日さんがあったのになんだっけ。40なんだけど、俺ミクシーに行ってとかだってなんかさんざん辛かった覚えがあるもん。だってみんなで明日のさん、そうみんなで同じタイトルの日記で明日のさん誕生日おめでとうございますって。そうよそじみたいな感じのね。ね、まあ今や、今や40もね、40の人たちも普通にいっぱいいると。まあ40になっても強くなれるよねこのゲーム。うん、あのプロゲームはなんか年齢1個ダメとか言われてるけど、全然そんなことねえから。まあスト2に関してはそうですよね。はい、だまあほんとあとはプロゲーマーの中では梅さんとか佐古さんが上の方だと一番上なんで、普通に上の方に登れるって。はい、梅原君が上っていうのはすごいな。まあ、梅さんほぼ私と一緒ですからね。運がいい。はい、数えてんな。え、数えてる。嘘だろ、絶対数えてねえだろ。2分の1だろ。数えてる。さあ今数えてるって言ってるのはですね、まあ、波動のクライモーションが、攻撃を食らった回数でね変わるということで。雨は良くない。はい、で、なんか どっちだっけ、奇数偶数どっちだっけ。奇数の時に、手の先に真空食らった後、2ヒット目以降をねガードできるというようなことがありますよというところですね。 HT もね、クラシックコードは基本的には X 準拠なんでそうなってますよ。投げは良くない。さあということで、でその後しばらくミカドでやって、でそうね、第6回から10回と3回、4回か。ジャイアンが、まあ、諸事情で離れて、で諸事情かよ。その頃はあれじゃない、ジャイアンの弟子リサイタルって名前変えてからじゃない。そう、あ、やり手がいなくなっちゃってしょうがないから KKY 担ぎ上げて、そう、まあ、KKY の名前だけ使うからね。でそれ で、ね、で3回ぐらいやって、その後はかける5になった。はい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 。でまあまあまあこの辺、まあ、松田さん中心しつつこの辺のメンバーで運営してますよっていうイメージでいいんですかね。はい、前世紀で一番強かったって言われるとなんか非常に難しいですよね。なんか前世紀っていつなんだっていう話になりますし、各プレイヤーね、まだ40じゃないし適当でしょ。で今回はね、老人会がね、まあ、秋葉さんやらなんやらがね結構いろいろちょっとまあ、バタついて、もうしょうがなく、もういいや、ピョンキシでいいや、みたいな感じで、セロテープ、もう苦渋の判断です。ピョンキシさんはでも、なんか老人会入りたかったんですよね、かなり。老人会ってもともと、その、昔からあるチームで、平均年齢が一番高いチームっていうのを目指すっていう話で、明日のさんが集めてたんだけど、まあ、自分はね、最初代老人会のチームに入ってた。あ、本当ですか。マジか。その期待の新人アレックス永田とか。永田さんが新人で熱いな。でもいいね、そういうのね。しょうがなく担がれる俺。これピョンプチ。KKYじゃないですか。KKYさんじゃないですか。あ、まあ、
まあ、しょうがないだろう。しょうがねえだろいやいやいや、急にあの身内放送じゃない。ジャイアンリサイタルって名前で続けようか。そのまま続けるしかなかったんだから。ジャイアンでもいない、ジャイアンいないけどリサイタルよりは、ね、ジャイアンの弟子リサイタルのが名前的にいいかなみたいな。で、ミカドでやったときはバルドグ5が優勝したり、そんなこともあったな。結構ガチ系のチーム、ミカドの時はなんかガチ系のチームが優勝したような記憶がありますね。なんかいや、そこまででもない。あ、でも最後、あれですかね、去年、一昨年ぐらいのやつが、あ、バルドグ5がさ優勝した年あったけど、あと DCA、はい、DCA がなんだっけ、豪体だっけ、なんかその年がだからそのバルドグ5と白虎隊が決勝で、で、ホークだらけのチームと DJ だらけのチームが1、2、3、4にいるというそうですね。まあ、あんまりそうそう、ホーク5体は結構もう何年も前からいたりするんだけど。そうですね、あれも元からやってますよね。あんまりね、ホーク5体その前にまんな、っていうか2008年の時点ですでにホーク5とかダルシム5とか、うん、やっぱ 5on5 でね、その全キャラ、特にあのフォーク使いは群れたがるからさまあ、あまり理解してくれる人が他にいないっていう、あの、ありますよね。フォークじゃん、アヒルだろ、みんなあの一匹ついだろ、ね、カルガモでしょ、そう、カルガモの親子みたいなもんだからまあ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 、だからそうですね、どっちかといえばだから僕も同じチーム組むとかやったらやっぱ前夜祭でね、なんかそういう風にやった方がいいのかなと思って、で、一昨年はやらなかったんですけど、その前と去年は、そう、もう同キャラトーナメントね、今やって、同キャラどチーム人数制限なし、はい、サガット1人対ガイル8とか、あのサガットとキャミーがどうしても集まらないのがね、あのチームじゃなかったの、キャミーは去年あれでチームになって、2人で2人ぐらいいましたもんね、ムナリさんだけでしたからね、あれで、ということでですね。海外大会で梅バイソンが時のバルドグを怒ってるっていうのは、あれなかなか梅さんのバイソンバルドグ戦うまいですよね。面白いことに時の君がすごい嫌そうな顔してる。いや、時の君、そうそうあれ、これさ、背景のあの女の子可愛くない？いや急に所詮二次元なんだよいやいやいや、なんか、おーと。さあ、海外仕様なので声が日本語とちょっと違いますね。さあ、永田ブランカ、永田ブランカはね、割とあの初代の時に有名だったじゃないですか。さあさあ、ということで、ミカドの一番最近のやつは、あの無敵さんとか優勝したんだっけね、サトル君と。ミカドの最後は、自分のチーム。そうですよね。あ、ミカドの最後は自分と、あれか。おい、変態。あれですよね。長さん、楠原さん、軍勢さん、無手誘うでしたっけ。はい。という。長さんがね、5on 5ね、勝ちまくるんだよ。だいたい、長さんいいとこ言ってますよね。なんだかんだ。アコギなんだな、勝ち合ってた。ハコギってんな。おい、変態。ほら、歯が噛む入んなかったじゃんかよ。さあ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 、そういう、ここ最近の傾向どうですかね。割と一旦ガチチームが優勝した後はなんか割とコンセプトチーム重視みたいなイメージにはなってますけど、要は去年ちょっとあまりにもガチチームみたいな感じで、去年はやりすぎだね。コンセプトチームのはずだったんだけど、青いキャラだけ集めるっていうのでやってたんだけど、そうですね、あれやりすぎだ、はい、去年はちょっとやりすぎた感がありましたけど、まあその前、その前とどうでしたっけ、その前も、まあ無敵サソリ、グンゼ、クスモンド、長田、正月というのは、まあ、プレイヤー的にはガチなんですが、まあ、キャラ的にはね、まあ遊びがあると言いますか、そういうような、ザンギ、ホンダ、ホンダですからね、なかなか遊びがあるような感じにはなっておりますというところですね。その前、その前でしたっけ、長瀬さんの、長瀬さんが
アニケンオトチュンで組んだ。そう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 。ですよね。紫軍勢。ギニューとか戦隊みたいな。長田特製ですね。そうそうそう。で、あれもプレイヤー的には超ガチなんですけど、まあ、オトチュン以外はね、キャラ的には、比較的抑えめの組み合わせということで。長田し音チュン、アニケン、長田正月、軍勢、紫ベガというところですね。あそこのチームに私ね、準決勝に負けたんですよね。確かあれは。いやあの年私結構調子よくて、あと小坂もすごい調子よかったんですよね。もう、なんだっけな、そのブロック内に倉橋抜きチームはいるわ、伊藤 DJ チームはいるわ、チームの後藤田坂チームもいるわで、吉尾チーム、ベスト4でしょ。ベスト4ですね。赤ブラ吉尾、ベイビーナイン、白小高翔。そうですね。ああ、いいチームだね。これも反対側、川又、玉島、藤沼、夕べが野口。なるほど。セイヤとか揃ってんだこれっていう感じでございますね。それがそっからでしたっけ、長さんの連覇始まってるの。そうですよね。そこで優勝して、次がそのサソリム的なんかフォークステージの右端にいるピンクのなんかすごい、どうすごいんだチームがいて、見ればいいんじゃない。で、去年がフォークステージすればいい。去年がマッツン、永田正月、真央、夕べが、フジモンというですね。どれ、ここら辺じゃない、これ、うん、これ、これのことかな。どれがすごいんだピンクの女の子で。いやでもなんか俺はこの真ん中のこれいいな、いいなってなんださあさあさあ、そういうやばくねこれ今、今どうすんの。ヘッド IFC だったけどだったねどうすごいんだよ、どうすごいのか教えてくれ教えてくれどうすごいんだ。じゃあそもそもどれよ。これじゃないの。これ、うん、何がすごいの。ジーパン破けてるところ。いや普通じゃん、最近だったら普通じゃないの、そのダメージ的な。どうすごいのよ何がすごいの教えてくれ教えてくれ何がすごいんだ。ちょっと借りたいと心配してもう一回コメントしてくれよ何がすごいんだよでかいんじゃないの。フォークステージって言ってるもんだって。フォークステージの右端にいるピンクの女の子。ピンクの女の子、ピンクの女の子、これ、ね、これ待って、何がすごいの。なんか普通もそうじゃない。まあ、でも遠近感で言うと背超高くね。ああそういうこと、まあ、そうあれ、ね、背がでかいとかそういう意味ですごいってことは HD じゃなくて X のことです。 X のHD じゃない背景これ変えられねえからだこの HD は。なんかウルトラストーズは変えられるらしいけど。あそウルツって、ね、背景もクラシックできるんですか。できるらしい。ウルツはどうなんですか。ウルツってちなみにそのクラシックモードあるんですか。見た限りはなかったけどあじゃあもう完全新作出すんですね。いやもういいでしょ。いや新作って言っちゃいけないでしょあれは。まあリメイク作で出るんですかね、うん、あれで。なんだろう、もうさ、うん、もしクラシックがあったとしてもなんだろう、 X なんだから X キャラだけでいいだろうまあ、この時期にね新キャラ出すといろいろ崩れそうな感じがしますよね。確かにウルツね、あれ声がね途方だったしね。そうなんかね、あれ効果音出せえなあ、声が途方なんですか。全然効果音とボイス全部途方から、途方全キャラじゃなくて X じゃ。あ、まあ確かに確かに。なんかそれ、ね、コンドルダイブとか言うの。まあストレート、このグラフィックで言われるのはかなり違和感ありますね。確かに、はい、ね。さあさあさあ、この配信ね、あの お題っていうか、そうそう、お題、このお題なんで、そう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 、どうでもいい話ばかりで。お題、いや、ということで、まあ、振り返りはそんなもんすか一応振り返ってきましたけど、振り返りタイムオンの歴史。そうですね、まあ一応13年続いてきて、そうね、ジャイアンリサイタルか、その名前変えたののあれはね、ジャイアンリサイタルが、まあ、ジャイアン抜けて
まあ、ジャイデシリサイタルとか名前を変えて、はい、まあ、なんとか引っ張ってきましたけど、まあ、完全にもしかしたらジャイアンが帰ってきてもいつ帰ってきてもいいように、まあ、そうですね、ジャイアンデシリサイタルみたいな感じで、ね、うん、名前を引き継いだんだけども、こっそり下がるのやめてください、まあ、復活する気が全くない雰囲気だったので、まあじゃあジャイアンさん、むしろ今 LOL やってみたからここ呼んでもいいんじゃないですかね。はい、まあまあそれいいか。ちなみにあの HD のサガットは相変わらず家庭用構成食らってるんで、してるよ。あのまあ一サガでちょうどいいかもしれないですね。あれね、5機って選べない？選べる、選べる、ホンダの上、ホンダの上、うん、あれ、あごめん、クラシック悪魔いないんか、ホンダの上にね、カーソルがね、ひょこってやられるんだけど、一応だって、あの、くるくる回せると、中にいたよ。あ、そうなんだ、うん、まあ、いいよ、出てるんだ。ラウンド1、ファイ。さあ、ということで、まあ、プレイヤーの傾向的にはさっき言ったように、まあ、一時期は結構新しい人も増えて、まあ、中部勢 の、 あの新しい人たちとか、まあ、横浜に代表されるようなね、あの中堅どこのやつが増えてきて、かなり古参というと古参というところからは、でも横浜勢が活躍したのってもう2010年くらいからか。やつら活躍して随分経つぞ。もう随分経ちますよね。横浜勢も2008年ぐらいまではまだ普通のプレイヤーだったんですけど、2010年ぐらいからなんか異常に強くなりましたね、彼らも。彼らも一応横浜では2004年ぐらいからやってる、結構ね、ハイパーあたりぐらいからかなり栄えてきたらしくて。女の上、女の上、女の上はやばい。バルセロナダウンしないの？いいね。なんか HD のリミックスも一応なんかダウンしないですよね、確か。なるほど。というような感じで、で、割と、まあ、タイラ君。怒ってる爪さ、クラシックでも HD 版のグラフィックじゃない？そうだね。あ、ほんとだ。爪は背景なんじゃないの？背景確かに。今はね、そう、10代の若者いるしね。10代の若者いますからね、不思議なことに。不思議なことに。なんでだって高校生プレイヤーだけでも何人かいるしさ、ようやるよね、ようやるよね。まあなんかでも、その若い人に聞いたら、なんでって言ったら、なんかあのいや、ちょっと売る方が難しくてっていう話をしてて、なんか売る方は、そうか、売る方は難しいのかと。売る方は難しいゲームだと思うよ、うん、確かに、まあ売る方はちょっと敷居高い感あるかもしれないですね、ちょっとね。でもスト5あるじゃん。え、そうですね、スト5やればいいのかなっていう気もしましたけど。今来ました、高校生プレイヤーのクロスです。死ねって言う。いや、放送で死ねはよくない。ああ、タヒネって言う。タヒネならいいよ。はい、まあそんな感じで、まあまあ、結構プレイヤーも入れ替わりつつ、まあまあ、レジェンドクラスも強いままやりつつ。高校生プレイヤーじゃないの？高校生、植物か。植物、植物系。で、なんでしょうかね。割とここ数年は、ちょっとガチめも抑えつつ、ファイブオンでは割とね、みんな楽しみつつ、コンセプトチーム多めという感じにしてる感じでしょうか。まあ、去年はともかく。さあ、ということで、あんまりそのガチ構成はね、ガチ構成は減ってきたイメージですかね。減ってないだろ。減ってはいないけど、まあ、あの優勝を目指すことは悪くないんだけど、はいはいはい、まあ、こんだけね、年数経ってるゲームだからね。そうですね、どっちかっていうと、楽しむことを目的に、まあ、あのかなり海外からもプレイヤー多くて、まあまあ、そうすると交流メインっていうことにね、どうしてもなるので、まあまあそういうことも含めてね、なるべくその日本人だけでガチチームを組むというよりは、はいはい、いろんな人間組んでやっていこうっていう、うん、ですね。特にまあ今年はそういう感じで
ここ数年海外交流も盛んになりましたね。ね、まあなんか倉橋さんたちがヨーロッパ行ったり、この、なんだろう、このお二方がアメリカ行ったりカナダ行ったりで、ということで、そうするとね、向こうからもやっぱり来てくれたりで、そう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 、うん、そうね、ということで海外交流増えてきました。なのでまあまあそういう交流もね、向こうの人たちって日本の動画なんか大好きですから、なんかやたらと、あの動画が上がるようになってから、うん、日本の動画大好きなのでYouTube にみんな上げてくれるからね。まあそうですね、ということで、まあまあ今年が海外で何人ぐらいエントリーですか今。27人いるということなのでまあまあそういうことでね、あの交流メインにしているという感じでしょうかね、特に今年は。はい、ちなみに松君こっちでも見えるよ。松君こっちでも見れるよ。あ、そうなの、コメントが出てる。コメントこっちでも見れるからさあさあさあ、そんな感じでございますよとどういうプレッシャーですか、右見ながら。はいはいはい、そんな感じでございます。じゃあちょっと、ちょっと喉乾きました、飲み物飲ませてください。まあ、ごつかですごい緩い配信なんで、トイレとか全然行っても大丈夫です。海外勢上乗せされてるから確かに、まあでも国内だけでも150人ぐらいはいるわけですよ、うん、あ、いるね、すごい多いよね。やめよう。そうですよね、なんか地域別の話すると、その例えば立川とかね、対戦会が行われたりとか、立川で対戦会行われたりとか、あとなんか浜松とか、まあ、いや、とりあえず各地方でみんな頑張ってくれてるから、ね、いろんな地方でいろんなことやってる。今回も実際ね、アラバマ君の上は北海道から下は沖縄のスピリタス、スピリタスさんまでということで、ね、でさらに九州も出てるし、うん、岡山からも来てるし、岡山もなんかやってますよね、動画上げてますもん、アミパラテクノランドでね、はい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 、だから今回は本当はあれだね、47都道府県、そう、日本国内だけでも結構いろんなところから来てくれて、でさらに海外はなんだ、フランス、アメリカ、スペイン、イタリア、カナダ、うん、なんかヨーロッパに結構人気ありますよねなんか X って。で今回来てないけどね、イギリスとか。あ、そうね、イギリスはあのエスト、あの夏に来るっすよね、またバイソンかこれ。アフロデジテンとかなんかイメージありますけど、アフロレジェンドはあれ、西海岸でしょ。あれ、あの人アメリカ人でしょ。そう失礼しました、なんか勝手にイギリス人だと思ってました。エボスターの常連勝手にイギリス人だと思ってました。ちなみに、あの X 大好きダムダイとかもねあの4とか5の試合も出てましたけど、なんか前 X は一番好きみたいな感じですよね。はい、まあ、X は好きと言われるのは S 流というねあれですけど、合理的に戦いたい、あの無茶したくない、はいはいはい、安全に。一つ X 詳しくないんですが、バランスどうなんですか。ないですよ、むしろバランスって何ですか。バランスは作るもん、自分たちで。まあそれはある。え、何言ってんのバランスは、なんだろう、は4対3ですよ。4対3の画面比率ですそれ画面比率だろ、バランスじゃなくてバランスないじゃん、このゲーム。そんなもん求めてないもんだって、バランスなんて。バランスいいと面白いと思ってるのね、結構ね、あれだよね、なんだろう、理想語ってるというか、まあ過去なかなかないんでね、バランスよくて面白かったっていう作品が。
声出なかったら変だよ。ちょっとどうなんですかね。例えばスパホ2012なんて結構バランス良かったなんて言われてますけどね。なんで悠々白書なの。なるおってあのなるおって、いや名前だけです、名前だけです。名前だけです。あの ID を出なきゃいけないんでね、適当に。KOF98 KOF98 だってさ、 KOF バランス良くないだろ。 KOF98 は KOF の中ではバランスが良い方、あ、KOF の中だし、あの上位キャラが結構多いんで、そうそう、上位キャラの中ではバランス取れてますけど、あれ下位キャラがちょっとっていうのありますよね。強いキャラが多いゲームっていうのは確かに面白いゲーム、確かに強いキャラ多いゲームは強いキャラの中でバランス取れるんで、ちょっと面白いですよね、そういうのは結構。バランス考えるんだったら、じゃあ本当になんだろう、あの全部五分にしたいんだったらゲームじゃなくて一緒にジャンケンやってるんじゃないの。グーもチョキもパーも同キャラ、同キャラだよ完全に。初代ストツでね、龍対剣やってるとかね。あれでもあれもう剣の地獄車があるし、大した差じゃないでしょ。まあまあ、性能違うから面白いんであって。モニターの角。え、ちなみにストフォー2012ってバランス良くない？なんか割と俺はいいイメージあったけどな。割と2012を好きな人間は結構多いよね。うん、だから俺も割とバランスいい方だ、シリーズの中ではかなりいい方だと思うんですけどね。なんか移動機上がりを嫌う人間は結構多いけど、例えばディレイスタンディングか、なんか背景さ、これさ、うん、あれ画廊のさ、うん、あのパオパオカフェのなんかいない。リチャード・マイヤー・ステージですか。リチャード・マイヤーのさ、弟子なんだっけ、あの画廊のさ、リアルワードがボブ・ウィルソン、そうそうそう、あれいない。なんかボブ・ウィルソン的なのがいるけど、多分そのゲームですら古いゲームだからね。あ、そう、あ、例えがちょっとダメだった。カナメタメカボエラとかやつね。ウルフォーもね、俺もウルフォーも私もあのいろんな総合的な意味でバランスは取れてると思うけど、だって一番人気のあったスト2ダッシュってさ、めちゃめちゃバランス悪いじゃん。いや、もう終わりですからね、なんだろう。完全に完全に終わりですからね。なんだダッシュメガとか言ってさ、ダッシュザガットとか言ってガイルとか言ってさ、いいゲームだわけがねえんだ。まあなんで、確かにね、難しいですよね、本当に調整入れてってで、やっぱ新キャラ出しちゃうんで結局バランスおかしくなっちゃったっていうパターンも今すごい多いんで、今のね、あれはね、押し付け合いがやっぱりね、一番楽しいっていうか、そのキャラコンセプトがしっかりしてると、離れてるのが超強いやつと近づくのが超強いキャラクターが戦うと、やっぱそれはそれで面白いし、まあそうっすね。スーパーファミコンのターボが髪毛扱いされてるのか違和感ある。ターボって全体的になんかダメージ減らしてるから、なんかバランス取れてる感がするかもしれない。まあ、スーパーファミコンのターボはなんだろうな、これ龍拳同時押しとかもないし、なんか無難に普通に遊べる感じの悪いゲームじゃないんじゃない、なんだろうか、まあ、言うても所詮家庭用だから、うん、やりたい人がやってればいいんじゃないの。やりたい人がやりたいだけやってればいいんじゃないの。カジュアリズムになるとちょっとな、難しいっすよね、ほんと。僕は基本的にあのゲームセンターでだけやりたい人なんで。でもなんかスイッチ買うんでしょ。でもスイッチ買うんでしょ。スイッチはなんかしょうがない。しょうがないって何がしょうがないって。しょうがない、いろいろしょうがない。あ、そう。スイッチは俺が買うじゃん、ソイヤも買うから。え、あ、ソイヤも買うから。そうなんだ。まあだから一つ、まあ私個人的な意見としましてはですね、まあ一つはもちろんバランスなんて良くないんですけど、もちろんバランスなんて良くないんですけど、一つは結構下位キャラの方がバッカ力あるっていうか、まあ、下がっとるだけ覗きますけど、小学生をウル2ではめる長田もうはめてないよ。まあ、下がっ俺北斗の剣はね、あれはすごいバランスいいと思うんだよね。あれはね、すごいいい、それあれですよね、あの03が一周しすぎてバランスいいみたいな感じですよね。いや、03は良くない。だって03は最強キャラが豪鬼桜なんですけど、あの豪鬼桜はエーパがないっていう。他のキャラはエーパがあって、エーパがあっても結局豪鬼桜が最強なんですよ。要するにある意味バランスよくねみたいな。
これね、この間ね、この間中田さんとちょっと夜電話でね、気づいたらうっかり3時間ぐらい話しちゃったんだけどね、北斗はいいゲームだと思うよ、すごく。あれは近年稀に見る両ゲー。近年って何年前だよ。まあ、北斗も北斗で10年以上経ってる。北斗も10年、10周年とかですからね。あ、もうそんな経つんだ。はい、あれいいで、この間ついに KI が負けたんですよ。あの、5連敗ぐらいしたんですけど。マサラは惜しいね、あれも非常に惜しいね、ちょっとね、あれはなんぼなんでもね、モーリーがオクラゲーム KI 負けたんですよ、今回なんか KI 例に戻してここ数年、時で優勝してたんですけど、なんか例に戻して、うんたらかんたらしたらやっぱちょっと時が強すぎて無理っぽいとか言って、なんか珍しく大会前に弱気扱いしてた、あいつたまたまあったんですよ、なんか大山ニュートンでおー、KI 今年も優勝できるかって言って、今年レイル出るんですけど、トキがやっぱ強すぎっすよとかえ、あんたさ、今更みたいなこと言ってね今更言ってんのとか言ってたら、え、なんか新しい技術見つかったのとか言ったら、いや、前からなんですけどとか言ってそれ面白いね、何言ってんだ今更みたいなバランス今更なんかこのゲームバランス悪くねえとか言ってるようなもんでしょ。いやでも今更言うからね、なんか、うん、ほらユーベガとかさ、もうチュンリー強すぎやろ、何やこのゲームって20年前から強かった。なんか八重さんもこの間リュウケンってダイヤシでキャンセルかかるのずるくねとか言ってて、なんかあの今そこっすかみたいな、このゲームひょっとして時が最強かもみたいな。最初の衝撃さ、北斗選ばれた時さ、はい、確か全員時一人だけでいいとか。半分以上、いや、さすがに言い過ぎですけど、半分以上時でした、ね。あれみんなアミバル状態だでしょ。どいつもこいつも時ってね。時。あの誰かがいや今はもう時最強っすわ。どんぐらい強いかって、本間もんの時が病気じゃないってぐらい強いですって言ってました。誰が時なのか。アミバだ。あの時あれか。KOF かなんかもさ、デュオロンしかいないっていうさ、なんかあ、じゃあデュオロン、あれもひどいだろう。何やっても A パーって。A パーじゃないです、一応。A パーじゃないです。A パーじゃないです。2003の話ですよね。A パーじゃないです、一応。なんかピッて変なの当ててさ、なんか浮いちゃってさ、壊しかなんかに、ピッてやって、あれ何それ。あれは、98UM って攻撃やったの？やりました。あれもどうせクラウザーさんゲームでしょ。いや、あれはね、さすがにクラウザーでしたね。あれはさすがにクラウザーでした。だって、出始め無敵でガールサステ好きなくて当たったらコンボ行かなかったんですよ。それは連打するだろうって話ですよね、あれ。で、玉張り、対空あり、無敵、コマ投げありみたいな感じなのあれで、もう、さすがにでしょみたいな。ちなみに今ストップやってる人間は別にね、バランスを望んでないからね。バランスはある方がいいでしょ。勝敗がクラウザーに面食って初戦敗退、そうだったっけ。UM って98では圧倒的最強プレイヤーの勝敗もUM のダルシムがガイルに振り付くレベルで調整されてる噂あんの？それはそれでなんか微妙っすね。それはそれで。ダルシムが振り付く調整、それはあれじゃない？何したらフリーになるんだろう？あれじゃないの？しゃがみパンチで全部止まるとか、伸びる手足が。全部パンチでソニックくぐれないでそうですよ。まあそれでは別に立ち打ちキックで相打ち以上取れればね、全然ですけど。別にズームパンチでくぐれなくても昔からダルシムはガイルに強いでしょ。だってそれってさ、だってダッシュガイルってダッシュダルシムってダッシュダルシムですもんね。当てればくぐれるけど、うん、っていうのの要するに元に戻っただけでしょ。そうです、元に戻っただけですね。別にそれでダルシムガイルに振り付く、それダルシム余ったれすぎだろう。さすがにですね。まあまあ、で、まあ、さっき言いそこれたんですけど、X は結構、サガット以外は、カイキャラの方が爆発力ある、まあ、バイソンとか除きますけどね、バイソンとか除きますけど、結構、キャミだ、フェイロンだ、ザンギだ、ホークだってのは、結構、大会で1引けるような性能してるんですよ。
え、何のゲーム？あ、この X です。あ、X はそうね、うん、だからそれは結構いいとこかなと思ってて、あの超極端な組み合わせって本当に何サガット…いやいや、ほんよっぽど…まあそういう、なんだろうな、これお祭りのあれだ、ひもくじみたいなもんだよ。たまたまそれはその敵やはあの当たりついてなかったみたいな。で、まあ、まあ、松田さん、剣とかも、長田さん、本田もそうですよね。割と、あ、それたまにあれ当たりくじついてないです、うん、割と、まあ、大会で1引けるような性能はしてるっていう。本田とか剣は意外とね、当たり入ってる方だよね。当たり入ってる方って S ブランカとか基本的に当たり入ってないから、うん、まあ、S ブランカとかはまあそうですね、確かに、さすがに人に注目いきにくいとこあるベスト2ダッシュがもう結果出してんじゃんバランス悪いと、バランス悪いと、まあ、それはいらないな。ということなんで、まあ、確かに、スト 2X ってキャラ差あるゲームで、タイマンをして、どっちが勝つかみたいなことを望むようなゲームではないと思うんですけど、まあ、理由があるとかともかくね、バランスが近いとされてるゲームなら、タイマンしても全然面白いと思うんですけど、まあ、実際、その、X が、要は 3-4 なり 5-4 なりで、対戦やってるっていうのは、はい、ある意味、その、キャラ差が極端だから、そうですね、キャラ差が極端だし、だから団体戦が面白い、団体戦面白いってありますよね。で、この怪キャラが結構引ける引ける性能してるので、そうそう、このキャラはこのキャラに対していけるっていうのがあったりするから、じゃあそのカード切ってくる順番は、じゃあ何にでもいけるやつからまず切ってって、そうっすよね、っていうふうにするか、もしくは超こいつこのチーム相手には役に立たねえからまずこいつだとか、はい、そういう読み合いがあるからっていうのがありますよね。で、結構そのキャミー、フェイロン、ザンギタいったメンバーが結構その上キャラに一人ずつ相性になって、そうそうそう、結構フェイロンはまあチュンリー、まあ、究極的にはいけないですけど、まあ、いける要素かなりあって、でキャミーもダルシムにまあいける要素ありますと、でザンギもバイソンにまあ、生きる要素ありますというような感じで、まあ、まず結構そういうのあるんですよね。なので、まあ割と本当団体戦が団体戦で見ると結構バランスいいんじゃないかと思ってます。あの X は面白いゲームイコールシングル戦が面白くないゲームだから、シングル戦は前ちょっとたまにでいいかなっていう感じのプレイヤー多いですよね。やっぱ 1D でやるんですかね、何を、ああ団体戦、いや、やらないですよ多分。俺今見てるのがリミックスだから、今回は優勝できそうですか？いや、いつもする気でやってるよ今回はいつもする気でさ、優勝する気なしで大会出るやつなんていないだろう。いつでも優勝する気でいますよ。いや、さすがに私は一勝できる気がする。俺毎回切れさんだからふざけんな。いつだって優勝する気でいますよ。キャミーって何が強いの？いや、見た目ですね見た目最強ですよ、キャミー可愛いです。昔とあるプレイヤーが昔とあるプレイヤーがキャミーって50円でこのサービスやばくねとか言ってましたよね50円でこのサービスやべえだろとかって、どうせ無敵とかだろキャミー来ているよキャミー、キャミー来ているよキャミーとか言って正直、卒出しやってた時はベガって200円ぐらい取ってもおかしくねえかっけん、キャラクターによってね、なんだろうな、クレジットでスタートボタンを押した後にさ、なんだ、バルドグとか選ぼうとしたら、なんかインサートコインとか出ちゃうとかさ、あれなんでフリーズインサートコインみたいな、そうそうそう、なんでだよ、金得てんじゃねえか、もうフォアワンクレジットみたいなね。まだ夕方ですよ、まだ大丈夫ですよキャミーはあれですね、まあ、というところでね、まあまあ、個人的にあれですけど、X のチーム戦は結構バランスいいんじゃないかと言うような投げようと思ったら重なってたなってことでね、それなんでまあ毎年盛り上がってんじゃないかなと思っておりますよというところでございますよ。タミーで何が強いのっていう質問に対してのそれしかなかったね、何も強くないというわけで、じゃあ1時間回ったんで、そろそろ今年のエントリーの話をなんかねしつつ、ちょっとだけ今お菓子で休憩してますいいのか本当にこんな放送で何もやってない今の。え？イギリス特殊部隊の趣味やで、ああゆるいゆるい、本当にゆるい、うん、OHD OHD ってなんで落ち着く、なんでそう丁寧なの、おびっくり、あ、おびっくり、うん、あれかな、丁寧に言ってんのかな、OHD OHD おビールどうぞみたいな、そうそういう感じのなんで落ちつくのかなと思って、
ャミーの同僚も似たような格好してるんですよ。しますね。あのエンディング出てきます。トーナメント組み合わせの話とか、そうですね。もうそろそろする予定です。で、僕この配信あのなんかこれ大丈夫かなってちょっと思いながら思ってるんですけど。あ、出てるんで。そうですね。あの公式でした。公式？あ、はい。公式ピン出てました。トーナメント表出てたっけ？ツイッターでやったほうがいいですよね。あ、公式ページからあれじゃないのかな。 SFX 公式ページツイッター載せてる、天才さん載せてるから、それで見れる感じなの。 SFX ネットでソイヤさんって本当にあれなんですか？あれでしょ？え、なに？ソイヤさんってあれ、イケメン、イケメン大好きでしょ？あ、うん、普段誌ですよ。あ、これ今あれですね、これ名前出していいのかな？大丈夫かな？大丈夫か？松田さんから、うん、あのツイッチジャパンさんの方で、あのツイッチの方でもあの今回のかける5ですね、を大々的に告知してくれると。マジですか？いう今あの LINE が飛んできました。あ、そっかそっか。本番はツイッチで放送するもんね。かける5の番組紹介文頼んで、あ、またあれか、去年みたいなやつか。去年誰に書いてもらっただっけな。一覧はどこでしょうか。もうやばいやばい、そんなん書いちゃう。トランプで決めたは本当ですか？本当です。本当ですよ。トランプですね。最初にクリントンではなかった。トランプが決まりました。違う違うだろう。違うだろう。リチェットしまくって。あ、これか。トランプが決まりましたよ。これでいい。移動していきます。最初に外人チームだけトーナメント表に対してトランプを要は、各ブロック9枚10枚ずつ用意して、ダイヤとスペードとハートとクラブで、で、まあ、最初に外人チームで、から何枚か引いていって、トーナメント表で青しか当たんないなって言ったら、あとはもう適当に1チームずつ、はい、このチーム、はい、何番、じゃあ1番、一応ね、配信画面に、A ブロックから出しましたんで、ね、基本的にいつもあれですよ、あのトーナメント表のはトランプだったり、くじだったり、なんだっけ。機械さん、ソフトプレイヤーの機械さんがね、作った変なね、ランダムに、なんだ、枠と枠の数とその参加する数で、なんかね、変な、ランダムに数字をなんかやってくれるような変なソフトがあるんですよ。あれで、ああ、なんかありましたね。うん、あれとかで、やってますよ。ランダムチーム戦のためのアプリが出てるんですよね。多分だから格ゲーマーが作ったと思うんですよ。トーナメント書いた紙にスペードを書いてある。いや、ランダムに。お前バンガクさんだな。バンガクさん、マットマウスだけじゃなくてここでもバレるのか。バンガクさん。てか、お二方、今配信画面にトーナメント出しましたんで、出しました。お二方。全然気にしない。じゃあ注目カードなど見ていきますか。注目カード、まず A ブロックなんですけど、A がさ、はい、でも一番やばい、ね、その A がね、やばいって話になったんですよ。 A の左側はデスブロック、うん、バレたやっぱバンガクさんだった絶対バンガクさんだからバレたしってウケるな。だってそのね、トーナメントに書いた紙とか、その写真とかその画像を知ってるのがそもそもあれだからね。もううちはしかしいらないわけだから。だってその写真回したのってマッツンと KKY と俺とバンガクさんだけでしょ。そうそう、俺からバンガクさんね、こういうこの形で作って自分に書いて送っただけだからバレちゃうやべ。お二方はコメントと会話されてます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？出しましたよ。これさ、いや違う、はい、A が一番やばい、ね、A はかなりやばくなっちゃったんですけど、どうやっていきますか？はい、BCD がつまんないから。いやいやいや、順番に行きましょうよ。順番に行きましょうよ。じゃあ A ブロックの、AB からまず、A チームの方今で、はい、ネロ、ムー、お茶丸くん、立川、青ツンというメンバーですけど、いかがですか？まあまあやね、はい、これムーさんが立川さんと、ムーさんが立川さんと組むっていうのはこれあれなんですか？どうですかこれ、ムーが希望したんですか？マフーバ使ってるもんですよ。この大会終わるまで全部の力使い果たして死にますよ。安倍前に立川マサオと組むことだけに組むことで全勢力を使ったというね。今多分ムーさん白髪ですから、ね、あ、もしかで一応で立川さん、ここ2、3年復帰というか大会に来てもらってて、まあ、で知らない人に説明すると、立川は
は飾り立ちさんですね。ヌメ漫画の飾たちさんで。飾たちさんですね。で、ストツーダッシュ全国チャンピオン。ダッシュ野郎です。ゲーメストーハイ。ダッシュ野郎。これダッシュ野郎っていうのが、中田さんがいらっしゃる。その、なんか、僕はその、古い方たち飲んでた時に、その初代からやってた人間が、ダッシュから台頭してきた人間が調子乗るんじゃねえみたいな、その当時やったっていう話だと思ったんですけど、さら、うん、になんかダッシュ野郎ってゲームがあったらしくて、うんうん、今吉尾が言った意味でも合ってるの、合ってる、合ってるかつゲームでちょっとダッシュ野郎ってゲームがあったらしくて、それと引っ掛けてなんかそのダッシュ野郎、だからなんか正雄さんはダッシュ野郎らしいです。新参者らしいですよ、だから出したからの新参者、出したからの新参者やろうっていう、出したからの新参者ぶちゃ決まりない、俺らは初代ストツの龍拳とかで頑張ってたのに、頑張ったぞっていう、いきなり出てきたバルログとかでひょうひょう言いやがってみたいな、バルログでひょうひょう言いやがって、ザクザク言いやがってみたいなね、なんかそういうあれがあったらしいですね、なるほど、出しやろうっていう、まあ一応あれですよね、これ池袋関係で、ムーさん違うか、あと4人は池袋近辺で並んでますかね、対戦会とかでよくやってる、そうです、で、立川さんも池袋のランブルとか池袋ランブルで、そうなんですよ、で、なんか立川さんがやっぱね、呼びかけるだけあって、うん、めっちゃ古い人がいるんですよね、で、まあ、こんなことなんですけど、もう割とお子さんが高校生とかそういうレベルの方が来てらっしゃってて、割と何のゲームだっけ、マジック・ザ・ギャザリング、池袋貞親子で出てたじゃん、あ、親子で出てたんですか、あ、すごいっすね、あれツイッターで画像が出てきた、あれ親子で出てたんですか、まあ、バートなんかも親子チームあるらしいですからね、そういう感じですよ、なんでかなり、立川さんの影響もでかいなという、かつチームメンバー的には、ネロさんと、ムーさんと、はい、お茶丸くんと、お茶丸くんと、立川雅夫で、青津、はい、で、まあ、中では青津がやっぱ結構ね、昔から面倒くさいプレイヤーとして、あ、まあね、うん、君臨してますからね、あれで、まあ、ポイントゲッターとして今回すごい活躍するんじゃないかなと、あとはムーさんは、なんだかん、最強の中部勢を倒す、ムーさんはあれじゃん、まあ、立川雅夫が見てる時にはあれですよ、頑張りますよ、コンストにならないですよ、雅夫が見てるんだぞってということかなり頑張るはずだ、ね、かなり頑張るはず、今までにないぐらい興奮してるからね、すごいね、ムーさんのレジェンド勢新チャップはもう半端ないですからね、そうそうそう、だから今回でマフーはなんか死ぬんだって、今回はもう全ての生命エネルギーを使い果たして、じゃあ炊飯ジャー持ってくかで、対するはこのあれですか、ジャパンとカナダのお二人ってことですか、うん、海外、日本連合軍という、これでもね、このチーム強いんですよ、1週間ぐらい前にね、1週間経ってないか、マオからね、はいはい、チーム名を2ちゃんが変更したいって言ってきてんだけど、無理だよ、そうなの、だってもう、だ海外の連中とかもそのジャパンナザよろしくみたいな感じで、分かりやすくていいチームじゃんって言ったら、2、はい、ちゃんはチームの名前が意味が分かんない、いやいや、ジャパンとカナダの間の子でしょって。はい、ごめん、名古屋勢は英語がわからないらしい、マオから、マオも英語がわかんない、わかんないっていつも俺に助けてって言ってるんだけど、マオにあの人、英語何回か言ってますよね、ごめん、ふたちゃんは俺よりもさらにわからないらしい、いやいや、それにしても程があるだろうと、どう見てもジャパンだなってパッと見て、ジャパンとカナダの、まあ、それしかなくねって言ったんだけど、まあ、すまんみたいな感じで、でまあ、そのままジャパンだで、はい、通したということで、まあ、言うて日本の3人はもう相当なメンバーですよね、日本の3人は相当強いメンバー、うん、相当なメンバーで、このお二人はどういった、これはね、ラッキージムはカナダ正月だよ、カナダの永田正月、マジですか、カナダ正月、このあたりはあたりっていう、このなかなか生かした名前の方は、あたりは、昨日あったデイビッド、ああ、昨日でかかった、でかかったですか、巨人で、あのカナダカップの、X 部門の、主催やって、運営してやって、かなりお世話になったね、はいはいはい、本当に、あとは奥さんのエミリーさんにもすごいお世話になった、マジですか、あ、そっか、長澤たちは次の日もいたんだもんね、また当たりっていう名前が、まあ、日本通って感じですね、狙ってつけてれば、まあ、ゼロ回戦こんな感じで、はい、まあまあ、結構面白い勝負になるかなと思って、そうですね、まあ、ヌーが燃え尽きるところを、1回戦か、うん、見たいですね。ね、このスピードで大丈夫かな、大丈夫って大丈夫か、
強い人間はいるけど、まあまだあれでしょうね。次、優しいところだ。さあ、次。いやもうここは以下略でいいんじゃないですか。父上だけ。これはちょっとやべえな。しかし、白虎隊はまあおなじみですけど、トンタンさんが来るかどうかっていう。トンタン、ショック起こるよ。このチームは、あんまり。じゃこのチームはね、もともとフォックスで組もうとしてたコタカ、カワマタのトンタンキ、タイラーで、タイラーが無理になってヤヤが入ったっていうあれがあったじゃないですか。そうですね。でそのフォックスの時に意外とこのチーム面白いなみたいな感じで、ヤヤがちょうどライナーのファイブもこれで出ようよ、で小松さんがその前に小松さんやってこの5人で出ようよみたいなこと、超もう結構前から決まったチームなのでですよね。ますよ。でちょうどそのトンタンキ本来のビャッコ隊の弱点もちょうどトンタンさんがね補うというような感じ。いや、ダルシム倒しました。いや、そういうあれじゃないよ。補えてる。補えてるかどうか、まあ。キャラクター的には補えてないけど。ダルシム倒してましたっていう意味で。はい、あれですね。で、まあこれ、まあ実際にこの D と E やってから C と当たるっていう形になってる。そうね、これね、はい、D がやばいね。D、いやー、ね、これやべえな、これ。疎通的にも D はやばい。織田今川連合軍って、まあ要はその、まあ、こ農業入ってるのかなと思ったらいないんですよ。いや農業は今川吉本に似てる。それはあんまり意味が違いますよね。びっくりしたんですよ。まあだから、浜松と、名古屋の連合軍。なるほどなるほど。チームメンバー超ガッチガチだからね。バルグ2体でバイソンでさ、誰だ吉本って言ってるやつ。お前完全に見えちゃうなあれ。まあ、お手前のバルログはまあ、もう本当にバルログ、いやね、去年のね、夏からね、彼はさらに強くなったね、本当ね、最強クラスのバルログに、で、まあ弱いサガットとはいえ、4代目のサガットは、まあ、目ん玉ひむくぐらい強いし、で、まあ、後藤昔からの後藤くん、そうだね、オールバスの後藤くんと、後藤くんは昔、剣だったんですよ。松井さん、あれ無理っすわ。いや、もうふざけんなよ、なんでお前剣、竜になってんだよ。で、あとは、ピックさんと、川島さんは、浜松でやってる、うん、で、ピックさん、バルログとキャミ使うんですけど、どっちもすっごい強いです。へぇ、今さ、ここに付いてるカメラでさ、右上に俺ら映ってるじゃん、はい、みんな上向いてるの、あれやばくない？まあまあまあ、いいしょうがないですか、これ、とりあえずこれでペンギンみたいな上向いてる。浜松は3セーブって見てやってますね。ですかね。で、ピックさんはまあね、ほんと強いバルログですよ。なるほど。川島さんもバイソンもかなり強い。ほうほう。ここはだからちょっとやばいっすよね。で、かなりガチ構成ですね。で、まあ、サガット以外はガチ構成ですからね。まあ、ダブルイルミネーションだからいいんじゃないですか。そう、ダブルイルミネーションだからいいんじゃんっていう。で、E チームが、まあ、フランス語なんでちょっと読めないんですけど、どういう意味ですかね、これロボコップでいいのかな。ロボコップは間違いないです。ロボコップなんですこれはフランス人傭兵、まあ、エリア88みたいなもんですね。外人部隊か。外人部隊です。イシモンってイシモンはフランス最強のバルログですね。爽やかイケメン的なみたいな人ですか。そうそう、これフランスのね、イシモンがバル、あ、そうね、これね、あのやつ、EVD と、あと、バルコーク。これ、フランスのでそれぞれ、バルログと、ケンと、フェイロンと、と、あの、まあ、あれですよ、普通1プレイヤーさんたちばっかです。どういう意味ですか？普通って、フランスの普通で。あ、普通1って、そういう意味です。そんなの言わすなよ。普通1、普通1ばっかり。はいはい、なるほど、なるほど。あの、チュンリー相当片方の人ですよね、そのザキ君、ザキ君ではない、あの人と違う人ですか。あれは、彼とは違う、今回は片方じゃない。攻め男ですか。攻め男でもない。攻めてもないですか。普通にバランスタイプです。バルコークとフェイロンとケンは本当に強いね、はい、うまい。マジですか。フェイロンのバルコークは本当に強い、これ、うん、おぉとね、野口君のフェイロンに憧れてフェイロンを始めたつもりが、あれ、はい、野口やってねって。クローみたいな。で、しょうがなくって大変だけど、ちょうどね、エクスマニアフラン、あのヨーロッパか、はいはいはい、なんかで、話、行きましたよね、一回ね。で、はい、それで話のフェイロン見て、あ、フェイロンやっぱ面白すぎる、いいキャラクターだみたいな感じで、でそれでフェイロン、一生懸命頑張ってて、でそこからあの話が仕事やないでしょ、相談者の人から動画があんま出なかった。あんま聞けなかったっすね。うん、ね、入れ替わりで、あれだね、コエモン君と、はい、あの、
メッセージだったりとか、あのツイッターとかそこら辺でやっとるとか。ああ、これもなんか結構英語とかでやってますよね、あいつ。うん、それでいろいろ偉いよね。はいはいはい。なるほどなるほど。本当ですか。よかったっすね。まあ EVE の件も結構硬いですし、うん、まあヴィンセントのバースバイソンもまあまあやるんで、うん、まあワンチャン引ければこの4人とはいえ、うん、キャラ自体は結構強いキャラクター。そうっすよね。いけるかな。ペイロンはもうジャキャラってイメージないですよね、うん、普通に強キャラでいいでしょ。強キャラではないです。だから普通に強キャラでいくやつもペイロンはワンチャン引きやすいキャラクターっていうね、あの別に基本のやっぱ立ち回りの性能的にはそこまで勝つはいないんで。リオンそんな長くないし、ね、結局まあ劣化圏が長いだけど他の技はそんな長くない。まあそうなんですけど、池袋ホーク軍団がひたすらフェイロンにやられてたっていうのは、まあまあ、まあ、まあそれはいいや。まあ次行きましょう。はい、次行きましょう。はい、次行きましょう。はい、やめやめ。じゃあ、右上。タイガーバームガーデン。これは、ともくん。あ、吉尾さんのとこじゃないですか。天下の吉尾さんのとこじゃないですか。いやいや、もういいでしょ。若手の吉尾さんのとこじゃないですか。あおるあおる。TOM の方が若いですよ。赤ブラも若いです。ここ、赤ブラそんな若くないで。で、3個ぐらい下のはずですよ。え、だってあいつら小高の回も全然年上じゃん。小高全然です。一気に超えないです。え、そんなんじゃないですよ。だってサシシとか一緒ですもん、赤ブラって。前だ聞いたんだけど。まあここはあれですね、はい、まあいいですね。どう、まあこれなんですか、横浜勢って吉尾さん、番楽さんからキャー吉尾さんって言われてますよ。いや、それ、まあ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。横浜勢って基本1軍が決まる街なんですよ、2軍のチームを組むのが。何そのヒエラル。1軍のチームが決まってから2軍のチームを組むっていう。おこぼれ街なんです。で、誰を選ぶのかがその意思決定街なんで。意思決定待ちなんで、で余って顔なしみたいな感じで、余ってから、決まってから、一軍が決まってから残った者たちでメンバー集め始めるんです。そろそろね、革命起こした方がいいと思う。それやばいだろ、上が決まんないと下がどう組んでいいか決めない。そうなんですよ。でしかも今年余ったあのサシシを入れようと思ったんですけど、サシシがなんか出れねえとか言い出して、離れてんのお前って話になって、で平君とか白さんとか横浜おなじみのメンバーに行こうかなって思ったところに、なんかバイパーさんとか TOM からの話あったんで、それでこういうふうになった。で TOM 入れたんで、なんとかこう T から始めるチーム名にしようと思うと、これ私タイガーバームガーデンってシンガポールのとこだと思ってたら実は香港でしたっていう。そうだよ、お前、私フランスから来た旅行者なんですけどっていうところで、ジョジョの大胆で、これ私勘違いです、勘違いですけど、そもそもバイパーさんからジョジョっぽいチームにしてくれっていう。タイガーバームガーデンってさ、フェイロンステージだよ。いや、そうフェイロンステージだよ、まさに。そもそもバイパーさんがジョジョっぽくしてくれって言ってて、よし、じゃあこれで行こう、シンガポールだし、TOM だしちょうどいいだろうと思ったら、うん、まあ俺と勘違い入ってましたっていう、まあ、そういう感じです。ちょっと恥ずかしい。まあでもまあなんか語呂がいいしいいやみたいな。シンガポールはイエローテンパランスでレロレロ言ってた。レロレロ言ってたとこですけど、まあレロレロしてね、で、あれだったんで。で、なんか TNM はね、シンガポール人を連れてきたかったらしいんですけど、ちょっと、ね、うん、タイミング合わずということで。食べちゃうとか言ってたけど。カブトムシを食ってパワーアップブジュルブジュル、そんな感じも。長いからやめてくださいって言われるぐらい。ココナッツ大好きなんですね。うん、大好きなんだココナッツっていう。虫食べちゃうでよかったの。まあまあまあ、そういう感じでございます。ザリガニを食ってパワーアップで、なんかでもすごい強そうに見えるんですけど、あまりやってないメンバーが多いような気がするんで、ちょっとバイパーさんが練習してくれって怒ってました。なのでまあ、昨日、今日、明日ぐらいは頑張っていこうかなと。そう、その次は、ケンガ。ここはですね、死ぬほど古いメンツばっかですね。これ、古いっていうレベルじゃないから古いですよね、これ。よく集まりましたね、これ。これね、前回のね、なんだっけ、エクサの時にも、リリトシさんと、はい、なんだっけ、ヘッポコさんとか、はい、あと、ダケンさんかとかって、これは、だね、もう、
40年ぐらい前から一つやってんじゃないかな。いや一つ出て40年経ってねえから。そんぐらいのメンバーですね。はい、何でしょう、これは、何でしょうね。なんだろう。化石。化石。化石。あ、ありがとうございます。化石ですね。待てよ、化石、俺らも化石だから。違う。長田さんとかはあのシーラカンスみたいな生きた化石。こっちが化石。そしてとリリトシさん、ラケンさんに、ヘッポコさんに、ミノさんと、ミノさんは確かこの間のエクさんの時にはほぼホルモンってあの山本さんとかと組んでた時なんですね。こちらもじゃあ割と最近の中ではなんか新しいコミュニティというか、まあでもヘッポコさんとかだけで、いやヘッポコさん自体は古い人ですけど、なんかつながりは新しいみたいな。ヘッポコさんってヨガストライクパッカーじゃん、そういうあのビデオそういうレベルの話ですよね、ヘッポコさんってあのビデオを見ればすぐ分かるぞ、え、その人だのみたいな感じのヘッポコさんは別にビデオには出てないでしょ。あ、ビデオにはね、ビデオのあれ、ね、あれだよ、本のイラスト描いた人くれた人っていう感じで、すごい古いチーム。しかも、チームの意気込みとしては対戦相手やチームメイト、これまで全てに感謝し謙虚にレバーを回しますと、うん、まあ、若干カメラアイズムだよね。そう。そして感謝があれば勝利権出ると、まあ、コマンド入れれば勝利権が出るって僕さんが言ってるんですけどそこは立川イズムで元デスパーズの全員さんのあれ、いや、立川主者お子さんは、あれじゃなくて、ハクさんは巣鴨とかそっちの方のっていうのに、あの、ね、クロッチが昔から友達だね。そうですよね、うん、それはいいですな感じですね。まあここも、まあ、吉尾さんが、はい、まあどうそういうような目上の方々に対する姿勢を吉尾さんが見せてくれるかなと思うので、交互期待です。私はかなりあれですね、 X の人間関係では力を入れてやっております。吉尾さんリアル立ち回り現実ですから、ね、ゲーム内での立ち回りもちょっと期待したいところで、縦社会とかさあ、それで最後A の最後ですね。A の最後、福山フレンズとオルモストトゥーレイトと、当日枠01。はい。はい、だって福山さん、テさん、エコディジェ、金子、小江戸さんという。これはもうバーサスチームですね。バーサスチームですね。はい。ほぼ。まあ、あれバーサスでここ1、2年頑張ってるチームじゃないですか。うんうん、若手です、非常に。あ、見た目。な話じゃないですね。X 歴がって話じゃない。X 歴がっていう話、ね。実年齢は。いやまあでもみんな昔多分昔からはやってる、長いことやってるんだと思うんですよ。表立って出てきたのがっていうことですか、ね。金子くんはでもなんか最近じゃないですか、ね。多分ですか、ね。金子くんはあれですね、あの千春くんとかでよくやったイメージですね。あ、昔からそういう感じですか、ね。うん。まあみんな昔からやってるはず。金子くんって多分昔からここ数年。X 業界だと5年ぐらいのことがここ最近見ます。10年ぐらいでもここ最近見ます。JT が最近 S チュンジにキャラ替えしましたよとか、それが8年ぐらいやってしまったで、オールモストトゥーレイト、これはこれはですね、あの、はい、フランスじゃなかな、フランスか、フランス2人、アメリカ1人、はい、日本人2人の今回あれですね、もともと海外のチームと海外とあの日本の混合チームをいくつか作ろうっていう話なので、もともと決まったところで追加であのギリギリもうエントリー締め切り間近の時にこのトウコさんとあのベンデさんをあのなんとか追加でのできないかっていうのをあの先ほどのあたりさんですねからあの依頼がありまして、どうしよう、よし、ヘイ行こう、ヘイでボブとシュン君見っけて、シュン君ボブかけるも出ようぜですいいよ、シュンさんそれでチーム決まる。シュンさんよくいましたね。たまたまいた。シュンさんっていうかあの年に大会くれるじゃないですか、典型的な典型的な人間トーコとベンネスは会ったことなかったんだけども、そのボブはね、あのその日じゃないんだ、あの俺なんだろう、ダムダイと、はい、ダムダイとマーカスとあの飯、ご飯食べ行こうっていうふうに行った時に、であのボブも一緒に行くって言って、それでアメリカ人3人とかで飯食いに行く時に、はい、ボブに、あ、ボブそういえば
かける5って出んのって聞いたら、今んとこチーム決まってないんだよね。お、いいのがあるよ。いいのがあるから組まないっす。で、そこであれですね、トーコ、ベンデスのボブとシュン君があっという間に決まって、ですね、あの依頼されてから早1、2時間、1時間かかったかないよ。俺、秋葉の変異いただけなんだけど、変異いただけでいきなり4人とやつ決まって、で、そこからどうあと1人どうしようかなってムニャムニャしてたら、ニーアさんから、あの中野かなんかであったのかな、はいはい、中島くんが空いてるらしいよ、あ、じゃあそれで、これ、中野がいるとは違う中野系がいる、そうですね、はい、でそれで、もう、じゃあチーム決まりと、中2戦の上です、あっという間に、なるほど、チームがいつも、誰と組もう、あれと組もうって、うだ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 やってるのの気分が、さっぱり僕は分からない勢いでチームを決めたので、いやー、やっぱチーム組んだら難しいっすよ。今回はその、なんだ、あんまり同キャラダメっていうやつのあれをちょっとね、緩くして、そうですね、同キャラ一体のみのあれだよ、何ブロック、いや、4ブロック、そうそう、私、その、去年と一昨年、小坂と組めないのがかなり痛手になって、ああ、ガイドね、はい、そうそう、私自身非常に苦しい思いをしたんで、無理にエースキャラ使うとかいうのもなんか間違ってるし、そうそうそう、だったらその1体ずつぐらいはいいんじゃないのっていうので、じゃあ、ね、去年のね、エストの時に関連同期はなしっていうふうに言ったんだけども、アステンでどうにもこうにもならず、あれエストだっけかける5だっけなんかでね、その竜が2体いるチームがどうしても2つできてしまって、そこからちょっと反省して、普通にもともと決めるチームだったらもうそんぐらいなんとかなるだろうけど、アステンとかで来た方々のチームを無理やり作るときに、さすがに同キャラ1体ぐらいは作れないと無理だなということで、そうにしました。まあでも同キャラ作りますってね、非常にやるのだったら、まあこのぐらいの、ね、制限だったら全然できるかなっていうのは、うん、まあ、そういう感じでうまくやっていければなと思ってるんですが、さあこれはもう B ブロックですね、はい、B ブロックノーモアクローと、はい、もう爪はいいよと、野口くんが長い夢を見ていたようだと、もうガエルのエンディング状態ですね。ヨアと野口くんがお茶が入ったわよ。そうそう、あなたお茶が入ったわよ。なんか野口さんのフェイロン久しぶり見ましたけど、なんかやっぱり、いや、かっこいいね、野口くんのフェイロンはね、全然動いてましたね、うん、久しぶり見ましたよ。そう、これちょっとネタバレになっちゃうから、昨日の東大戦でも、もう交互期待ですね、野口くん、うん、いや、僕は本当に正直嬉しいです、散々言ってたんで。まあ、そして紫譲るっていうのは要するに日本人組枠ですよね。そうですね、はい、まあ、これもそのまさか随分のメンツが組み合わせた感じですよね。もともとですね、マオニャンが、海外の方々が盛りっとくるんだけど、それと今後チーム組んでもいいよっていう方は募集みたいな、ちょっとツイッターやミクシーとかその他ので公募したところ、まあそういうので、まあ、紫くんとかはね、そういうの全然もともと協力的に動いてくれる子なので、やっぱ譲る A4 岩崎君はですね、割と毎年ゴールデンウィークの時期に田植えをする、田植えがある、田植えの状態のスケジュールが決まらないと何とも言えみたいなことが話して、高齢化するとあるんですよ。バイパーズ勢とかもそういう仕事とかの農業とか農業林業とか漁業の都合によって大会に参加できる、大会見て分からない、それを見て決められるんですよ。結構だから岩崎勢はね、直前まで決まらないのもあって、あれですけど、でそれにヨガボーイ、これスペインですね、スペインのブランカ、スペインで、スペインでバルログではなくヨガだけどブランカ、何なんだお前は、何一つあってない、何一つあってない、スペインだと どこでやってるんですかね、スペイン、バルセロナで行ってたな、バルセロナで普通にできるんですか、バルセロナアタックですよ。いやいやいや、バルセロナアタックやっぱバルセロナアタック違うすごいな。フライングじゃないですね、グラウンドバルセロナアタックですね。カサノバさんって方も、カサノバはイタリア、イタリアのイタリアのね、なんだ、一昨年かなんかの、一昨年かなんかのね、夏の大会かなの時に、髪の毛すげえ派手なベガ使いのがいたと思うんだけども、なんかね、ベガ使い金髪でなんかトサカ立ってるような、なんかすげえなお前っていうような、なんか、そう、金髪、なんか結構いいやつで、イタリアで、カサノバは。まあ、パッと見て多分その今年も例によって派手な頭してると思うから、ああ、いいかみたいな感じで
そうそう、黒崎君と組むのいいですね、そういうのが、メガネがね。さあ次はガムシャルジャパン、ガムですね、ガム、ガムガムガムパン。なんかでもカワシムさんとペコさんはもう諦めてるみたいなさ、ね、え投稿さんがどうせチーム組むでしょみたいな感じがあったからもうチーム変えらんねみたいな感じちゃった。もう離れられない今日組み込まれちゃったみたいな感じ。それなりにあの逆白虎隊逆白虎隊まあ、投稿さんとまた来なきゃいけないのかなみたいな。川島さんも断らないから横浜アジェがそのね、あの白虎そのものがチーム決まるまで動けないのと逆に動かなくてもチームが決まってるとなんか残り2人枠がいつも毎年なんかちょっと揉めて今年は割といい感じで落ち着いたみたいな感じですね。でもなんか毎年さ T シャツ作ってさみんなお揃いに来てさあ、そう今回友田君がダムパンじゃないの珍しい。あ、そうそうですね、うん、確かに脱本しましたね。脱本しましたね。うまいこと。あれ、トモダ、トモダ君いねえんだ。トモダ確か違うチームでいるんじゃない。ああ、そう、本当だ。違うな。これはね、ガムパンは。ガムシャラジャパンで周りには店長がいるのか、今回。うん、ガムパン、あの、プレイヤー的には強い。いや、これめんどくさい。なんだろう、あの。クソみたいな人ですよ。ドイツもこいつももう。めんどくさい。クソみたいな人ですよ。いや、これ強いっすよ、このチーム、本当。なんだろうね、全キャラ、シュンリーじゃなくてトーコン。エスケンじゃなくてペコ、ナルシムじゃなくてカーシム、全員ね、そのキャラじゃない、全員キャラじゃないですね、これ全員キャラじゃないって、ね、確かにこれホンダじゃなくてアベビンなんで、もう全員こうやってちょっと面倒くさいですね。非常に人見よくキャラ対策じゃなくて、このチームは全部人対策のみで勝たなきゃいけないチームなので、まあ、確かにだるよこれ。だるですね、当たりたくないですよ。さあということで、はい、さあ次、さあ吉野さん、吉野さん親友ですよ、親友チーム。後輩もいろいろ親友もいますからね、確かに。さあ、ここは比較的若い形になってしまうんでしょうかね、どっちも。そうです、ね。そうね。まあ、ただ、立川生って別にそんなに若くなさそうですよ、この間言ってきたんだけど。うん、けど、ほら、花丸くんもそうだし、ね、セロマ君もそうだし、今、ハイパー出て以降始めた組は俺の中では若いから。ハイパー出たのね、何年前だよ。これは花丸木って若くてって X でに言おうと思ったら、そういえば花丸木もう三女だなとか言って、でも三女でも X でだったら若手だったわとか、なんかいろいろなんかこう、めぐりめぐることがあったんですけど、価値観の油断気がね。なんかこう、ストーンで、ね、羽山花丸木ももう三女ですよとか言ったら、あ、そう、年食ったみたいな話なんじゃないですか、ストーンしてきてたら。なりますね。なったんですけど、それですよ。方だとね、別に30って分かってないです、ね、花なるき、あ、これ五色ですね、失礼、本当だ、なるき、これ気づきませんでした、花まるき、これ五色です。あー、バナクさん、直しててください本番のあの、なんだっけ、パンフの方で直しててください。業務連絡？業務連絡です、ごめんなさい。は、俺気づかなかったな。俺は、じゃこのね、あの、なんだっけ、このテンプレートと元のあれを作ったのは、あれですね、ニュートンの若松さんなんで、はい、これはあのパズパズルのように組み合わせたのが、あの、あれですね、万学さんなので、まあ元、大元は若松さんですね。確かに、花なる気になってる。うん、俺、英語表記した時に、ちゃんとに花丸気にしたのに。な、今直す。まあ、ちなみに、このピロシ君も花丸気にしてもですね、あの、まあ、X 始めの時は、私、いろいろ紹介とかしたんですけど、まあ、今でももう、お互い地元で。ハラマル君ってさ、でも X 始めの時ってさ、フェイロン使ってなかった？いや、全く使わないと思います。いや、嘘だ。だって、ハラマル君と、あれだ、野口君がフェイロンで、俺とダムダイがまだダルシムだった時代の、あの、12月かなんかの指名制のあの2音で、確か俺当たってるもん。多分その動画あるはずで、ハラマル君その時フェイロンだったんですよ。あれ、フェイロンなんだ、みたいな。フェイロンはないっすね。ええ、確実にないっす。ほんと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 。いや、あいつ。ほんとだ。あいつ、たぶん龍拳がいや、触ったことないと思うんですよ。マジで。なんか。声が聞こえにくい。春巻き。春巻き、あれ春巻きと春巻花巻き別に。吉尾 M つんの音声若干聞こえにくいと。今、音声調整してます。はい、すいません。どうでしょう、長野さんは OK ということはこのマイクなんじゃないの、拾ってんの。
こっちでもこっちのマイクの感度ちょっと上げたんで。あ、はいはい。長さんは OK、まあ、長さんはすでに OK です。意味がわかんない。で、ひろし君はですね、私のリアル後輩なんですけど、最近中野で仲良くしてるということで。でも一応このチームは、はい、その出場コメントを見る限りだと、まあ、前年と同じチーム構成で出てますと、はいはいはい、A さん、ガイルはもともと北海道危険くんとか、うん、アラバマバイソンとかとよく遊んでて、今は仕事で天気こっちですね、東京日野にお住まいで、なので中央線でよくやってるという感じですね。だから中野やら立川やらはよく行ってるとですね。で、瀬尾くんは北さんの弟ですね、はい、北チュンリー亡き今ないいるけど亡き今、じゃあ俺竜やめてチュンリーにするわみたいな感じで。北さん何やってるんですか今。え、マンダラクや。いや、いやだからその兄より優れた弟ウンタラカントル。TRF のプレイとかいるんですかね。いる。ああ、いるんですよ。よかったよかった。なんかやめたとなったらちょっと悲しいですよね。さすがに。シャル君は大阪だっけ、もともと。いや、チューブだったらしいですよ、ね。チューブとね、はい、あれ、岐阜のワスの。あ、そうなんだ。からのコーチに来て。いや、シャル君はバイさん強いですね。めっちゃ強いですよね。うん、ビビりましたよ、これ。で、最後はハプニング、これは加藤さんらしいです。うん、知ってるの。これは鈴鹿さんじゃないですね。加藤さんですね。そうですね。ここね、加藤さんはね、人の性癖ばらしていくのはちょっと加藤さんは、ね、よろしくないですよ。加藤さんはね、DJ とダルシム使うんだ。はい、なんかそれでね、はい、なんだ、DJ かダルシムかどっちで出るのか分かんない時とかに、まだ大会で、はい、それでね、いや、以下略だ、なんだ、メストのX の、旦那が優勝したやつを見れば分かりますよ、僕が言いたいのは。加藤君が選んだのは DJ っていうのが。それがね、リアルでできるのは熱いなと思って。そう。加藤さんが DJ だと。確かにね。加藤君が選んだのは DJ。なんだよって感じ。ちょっと面白いな、これ、みたいな。まあまあ、まあ、本名ブッパーまあ、置いときまして。でも加藤は本名じゃないから、旦那の方の加藤は本名だけど。で、ちなみに立川はね、結構純正立川勢みたいな感じです。そうですね、はい、本当頑張ってる勢ですね。花丸樹君いつもお世話になってありがとうございます。とセロファン、はい、セロファンはあれですよ、セロテープのファンではなく、実は ポニファンらしいですね。あれなんか セロテープさんの方は人柄がファン。そうですね、はい、ポニーのような残儀になりたいけど、セロテープのような立ち回りをしたいと。いや、結構難しい要求です。はい、花巻ちゃん期待ですね。ごつかで出てますからね、花巻ちゃん。あ、そうですね、ごつかで出てますから。出てますから。さあ、次が B の右側だ、これスペースカーボーイ。これ、ね、僕ね、これ発表された時に、スペースカーボーイ、カーボーイでしょっていうことで、はい、まあ、アメリカチームだと思ったんですよ。はいはい、ツイッターでも、まあ、アメリカチームみたいな感じでやったら、はい、イジモンからフランスです。いやいやいや、お前スペースカウボーイ言ってフランスなのみたいな。しょうがなく追記しましたよ。失礼、フランスチームでしたと。ね、これびっくりしましたね。ということでアブデルとバズーカ、バイソンバイソン、これ兄弟ですね。昨日も外戦で言ってるんですが、兄は弟はめんどくせえな、どっちもバイソン。どっちもバイソン。めんどくせえな。で、オブジェイク、そしてオブジェイクに、なんだこれ、 W にで、スパッツタ、スパッツ、フランスの本田って女性の方ですか、また別に。いや、違う人ですか。ホンダ、女性のホンダはミラータイム、アメリカ人かな。アメリカ人ですか。うん、アメリカなんかやたら強いですよね。アメリカだと思った、残念って。本当だよ。本当だよ、アメリカだと思ったよ。じゃあそこと、オモニ上がり。こっちも、ここは。ここもまあ地元意識高いんで、結構いいチームですよね、本当。今年はね、まあ大森蒲田連合軍みたいな感じだけど、はいはい、今年は TZW が入って。またもともと入れたかったらしいんですよね。TZW、うん、入れたいですみたいな話、MB がしてましたよ。うん、DAW もすごい丁寧かつ、なんか、いや、そんな行々しいお願いしなくてもいいのにぐらい、なんかすごい丁寧に、はいはい、お誘いのメールが来たので、それだったらぜひこちらも組ませてくださいみたいな感じで、うん、了承したと。でかなり丁寧に話してですよ、ね、丁寧すぎて引いたって。いやいや、そんなみたいな。で、まあ、MB はちょっと5もやってますけど、
あのまあ2もやってるし、残り3人は相当やりかねますからね。そうですね、鈴木さん、鈴鹿さん、リモさんとね。めんどくさいですね、うん、本名鈴木だらけだからね、この人右を向いても左を向いても鈴木ですから確かに、うん、そうですね。さあここもね、あの、まあ、名前の通り大盛り上がってもらえればいいんじゃないかなと。ここはすごいいいチームですね。ですね、うん、まあ MB はなんだかんだでね、上の方残ってるからね、毎年毎年。そうですね、で MB 君ネスト5のね、初中級者大会で優勝できなかったんですよね。まあ、ネスト5はそこはね、ちょっと詰めた方がいいです。そうなの、お前ちゃんと優勝しとけよっつって。そうなの、あんまストファイブいいじゃん。ストファイブはもう別に安藤に任せときゃいいからやり方にっつって。安藤が頑張るからいいよ。安藤みたいなやめよう、あんま頑張ってないです。この技強いとか言ってわーとか言ってるわけです。そういう相撲通りじゃん。この技強いよーっつって EX タックルっつって、よしょさん半端ですよとか。あいつアホだから。 EX タックルっつってこの技振っとくから誰でも勝てます。誰でも勝てます。あれね、あれね、よくね、はい、ややコモダはね、あれを野放しにしておくなって思うんだよね。いやね、あれはだって白虎隊ややさんって結構横浜メンツなら相当異端児じゃん、あいつ。ややさんって結構失礼にならない程度にグイグイっといった方が。失礼だろあいつは。いやいや、あいつは失礼だろ。結構だからややさん、それあれじゃないですか、ゲスじゃないですかみたいな感じでいった方が、わははそうかみたいな。ヤさん、相変わらずバカするよ。あいつはそこのレベルじゃないぞ。あの結構いくぞ。そこぐらい行った方がヤさん、わははみたいな感じになるっていうのが結構分かってたんで。だから安藤はさ、そういうところでうまくいってんじゃないかなと思って。安藤はかなり攻めてると思うけど。確かに。こいつやりすぎだなと思うんだけど。さあ、ちょっと脱線しましたね。はい、元に戻しましょう。ちょっと次。行きましょう。次。あ、すいません。次があれですね、これ俺読めねえんだけど、なんて読むんだろうこれ。これなんて読むの。ガコ造流。大子造流かな。これなんだろう、これ獅子方向団とか言っとけばいいのかな。全然違う。猛虎楽獅子みたいな感じの。ただの土下座だけど。大子かもしれない。なんだろうね、これ。これなんて読むの。これ読める人募集。コメントください。これ何パンチ。これ何。シノニー、MOR、アキラ、カラーゲマル、ミカド2人にヘイ3人みたいな感じですか。そうだね、はい、これはね、猫パンチ、マキリ訳しすぎだ、さすがに。おい、猫パンチって俺今回の配信さすがにね、訳しすぎだろ。今回の配信で一番いいコメントだね、これ、ね、猫パンチ。これね、これであのちょっと当日もう猫パンチって言ってきましょう。さすがに泣きすぎる。ガコ増流で合ってるの。合ってるのか。猫パンチでいいんじゃないの。これちょっと当日もそれにしましょうかね。さあこれが初っ端ね、マキリ、これ元ジャジャン系ですね。これアメリカ人。あ、そうなの。がちょっとチーム出ようかなみたいな時に、でそれであれですね、ミカドのあのさ、アキラ君ですね、ビリ使いの。を誘って、じゃあと3人どうしようかみたいな感じのでの、まあバースとかで声かけて、で最中にの、まあ、MR 君とシノニーと、まあ、唐揚げ丸君が引っかかってしまったと。ね、MR 君は、まあ、ヘイもやってるし、まあ、横浜方面でもやってるという感じですね、うん、シノニーさんと唐揚げ丸さんは、まあ、ほとんど変にいるようなイメージですけど、まあそんな感じか、うん、割と混成チームですね。トリオザパンチ、トリオザパンチいいですね。でもね、初っ端のね、猫パンチがやっぱちょっとね、勢い的に良かったですね。なんて読むのって言ってたの、猫パンチなけねえだろみたいな。さすがに短すぎでしょみたいな、ちょっとね、いろいろ突っ込みながら。犬新一郎さん、今日いらっしゃいないですか。今、遊びに行ってます。遊びに行ってます。犬新一郎さん、ちょっとごつがでネタでちょっとある。あ、ほんいじりネタがあるんです。読めない感じは適当に言ってますが、正しい。さあ、そして小鉄最強の仲間たちというとんでもないチーム来ましたけど、これは外やばいね。一番 だるいチームですね、うん、これ嫌ですね。嫌ですね。誰さ、こんなチーム組んだの。え、どうせあれじゃないですか、 A4 じゃないですか。 A4 とあとそのしょっぱのバルログじゃないですか。しょっぱのバルログだから結構声かけて やってますもんね、いっぱい。どうでもいいですけど。ただなんか俺あの小鉄くんね、バイク乗るらしくて、うん、なんかツーストバイク乗ったらしくて、なんか結構バイクの話でグイグイ行きましたよね。あ、そう。あれですけど、
これ嫌ですね。なんかどんどんの池袋ランブル系ですね。やってますね。で A4 が A4 を通しては去年組んでましたよね。玉島さんたちと。そう組んでましたね。まあ、A4 君は有名になりたい勢ですからね。まあ、有名になればいいんじゃないでしょうかね。大会とかいっぱいあるんで。じゃあ本人が言ってたんだよ。あ、そうなんだ。まあ、有名だからいいじゃないですか。だって他県でやって知ってますよ、結構 A4 って。もっともっとあのメディアに出ればいいんじゃないですかね。優勝して。本人の望む通りになればいいんじゃない。そういえばなんか A4 も一つ雑談したいみたいなと言ってました。ほう、こういう場所で。で俺のすれば機械から呼ぶって言ってたんですけど。呼ぶとは言ってるんですけど。吉尾さんが呼んでくれる。全然、全然あの、そういえばあれでした。こいつが。A4 は世代的にあのあれなんですよ。時々くんとかももちくんの。そうっす、若いですよ。あの世代なんで、なんかそのまあ普通でかなり若い子なんで、その若手の視点みたいなところを言いたいって。若手。黒岩さんはね、もともとは横浜なんだよ。そうなんですよね。黒岩さんもともとは横浜で。黒岩さんはあの横浜なくなっちゃったからね。横浜セブンの7時までの二大看板ってのがいて、ハイパー大でレイディージェと黒岩本田がその家の都合上7時ぐらいまで帰るんですよ。7時8時ぐらいまで。でそれまでにこう早く仕事が終わったサラリーマンが帰り遊んでるんですけど、もうひたすらこの2人に連勝されるっていう、あの横浜の伝説のホンダです。まあ実際横浜は龍拳ガエルが多い中でホンダだってだけあって、うん、まあそれ何上手ですね。うまいですよ。あのゆうべがさんがもうあのホンダ誰やつって、今ゆうべがゆうべさんはいつもゆうべさんはホンダ見つけたらあのホンダ誰やつって言ってますから、ゆうべがほら1、2回負けただけですぐあれ誰だあれ誰だすぐベイビーさんがなんか大会デビューした時も誰あのホンダとかとか言ってなんかすげえ怒ってましたからね。数秒ごとぐらいに蹴られてまともに見れない。さてあれ全然席余裕があるんですかね。マジっすか。四つ目今日やってましたっけ。今日はやってないです。あ今日はやってないですか。それと、その最後下が、八千代キャッツアイ。これのもみおが、頑張って今年は八千代勢で組めましたみたいなこと言ってましたね。別にこれもともと千葉四つ街道とかのね、はい、その千葉本当純正千葉勢ですね。いいですね。八千代はウルフォなんかも流行ってるんですけど未だに、X のが一番楽しそうねって言われてるよ。そんなことないですよ。そんなことないんだ。そんなことはありますけどないです。などっちどっちな。いや俺この間のウルフォーとかかなり楽しくやったと思うんだけどな。どうだったかな。まあいいか。相当なんか微妙な感じの雰囲気を作るんだよ。相当だって俺隣にキャベツさんいて相当楽しかったと思うんですけどね俺。おかしいな。まあ、いろいろ気遣いながら大人なんだやらないと。おかしいな。ウィズピーで、あの、なんだ、ウィズピーって何、ウィズピーって何、八千代キャッツ、ウィズピーだったのかな。なんだろう、このウィズピーって何、チーム名あれ、確か俺、そのまま転載したはずだけど、え、あれ、俺、携帯電話どこやった、おじいちゃん、え、そこにあるチームエントリー、その名前だったの、ちょっと待って、いや、確か八千代キャッツだったと思ったけど、ウィズピーなんてついてたっけ。ちょっと待って、これだ、そもそもこれ誰からメールが来てるのかわかんねえな、これそあれだっけ、そもそもいつ、あ、なんかそうや、当日さ、なんだっけ、あれの、なんだっけ、日経トレンディーから取材が入るんだっけ。あ、なんかそんな話しましたね、はい。なんか取材するんだって、だみんなよろしくね。なんか取材が入ることになったらしく。すごいっすね。ああ、なんか取材が入るんだったらなんかフォーゲマにも出てからトレンディーって言葉が流行ったのが突当初のような気もするけど、そうね、久しく聞かないですね、日常でトレンディー。そう、日経トレンディーネットかなんかの、ね、はなこさんもなんか言えば行くよとか言ってた。まああそこ、あの言わないと来てくれないんで言えば行くよとか言ってたんですか。そう大阪に意味があったんですかね、直接。確かに直接意味があったんですかね。今から行っても下手したら来るんじゃないですかね。あれでもさすがに QSB 行くんじゃないですか。そんなことないですか。聞いてないですか、あれで。トレンディエンジェルってもうすでに死後じゃないか。ですね、もみおとトネピーも結構若いんですけど、その文鎮くんがさらに若いですよね。20… そうなの、そんな若いの。なんか前半ですよ。なんでそう始めちゃったの。わかんないっす。わかんないっす。で、なんか昔四つ街道っていうところでやってたんですけど、何でしたっけ、四つ街道。メッセメッセあ、そうだ、メッセメッセなんか10なんかそんな感じ。そうだ、
とわびキャッチャーで金魚が取れるなんだっけ。そうそうそう、俺伊勢海老とかなんかやってなかったんですか。なんか千葉のあの千葉のゲーセンなんて言いましたっけ、あのチェーン店の、フェリシダ、フェリシダかチャリオット、そうチャリオット、そうです、チャリオットに行った、チャリオットはあれですよ、2003年の東映金の時に僕らのチームが取ったところですよ、ゴイチャリ。あ、まあ、そうですか、うん、ゴイまで行ったんですね。一番ちょろそうだったからまた空き巣狙いかよ。じゃあ、田村がどこがいいっていうので、ここが良くない。ゴイは今、その柿運さんとかね、あの有名な方がやってるところなんですけど、そ、ね、その前になんか丸江さんって方が最初その四街道に行って、でその後六方茶寮とかなんかの店長だかなんだかでやってたみたいな、だからそういう結構業界人がちゃんとやってたみたいな、うん、なんかそういう店です、四街道のあれは。なるほど。じゃあ C ブロック、はい、行きましょう。さあチーム、お待ちください、なんかメールさ過去すぎてほじくり出せないわ。まあ、ビーズピーついてんだったらつけときますよ、うん、ついてんのかな、ちょっと調べとくね、ごめん、業務連絡、うん、万学さんウィズピー、ウィズピー、そんなついたっけ、ゴイでコスプレリーをボコったビッグ3、ひょっとしたらそれピの AB7 とか言う、あーあれね、なんかあれね、だからこれさ、ゴイでコスプレする、それこれ誰だよこれ、詳しすぎだろ、詳しすぎだろ、誰だよそれ、なんでそんな知ってんだよそれびっくりしたんだけどさ、なんか本人たちが忘れてるわ。ゴイチャリを取って UA さんかなんかやった店じゃなかったっけ。 UA さんどうだったんですか、あの元ゲームストライターの。あ、そうなんですか、へー、懐かしいね、 UA さんってさ、龍拳、 UA さん龍拳使いの、今柿雄さんが結構偉い人ですよね、あそこ。今あの柿雄さんが店長、ね、あ、店長ね、ゴイは、うん、で、六方がもうビデオゲームなくなって、えとかね、あそこ結構休憩してるとして僕は活用してたんですけどバイク乗った時に、まあ、そう結構あの都市の一番端っこで、端っこですもんね、あれ、あそこいるとちょっとあの荒野みたいな感じそう、だいぶ荒野になりますからねマジか、柿生さんってあのすごい元ギルティで有名な方、なんか名前は聞いたことある、うん、名前ぐらいは俺でも、いやーマジそうっすか、さあ、まあ、じゃあ次行きましょう、やたら長い名前のこれナンバー33、これ沢田フレンズ、もう以下略で大丈夫なんで、みやみやさんって方どうなんですか、みやみやさんは要はシャトル、今シャトルの東西線とかで、あ、シャトルの方なんですね、はい、へえ、シャトルで出てる方で、なるほど、あの HD とかでも結構やってる、別に元 S 剣使いのミさんとか特に意味ないですか、ないですよね、ではないかな、なるほど、でそのチューブの3人プラス高校生のプレイヤーのハデソボーイ君とクラッシュ君と、クラッシュさんなんか澤田さんと組むパターン何度かありますね、今ね、そうなの、まあ、あれですね、クラピョンもそうですけど、そのロリ系の可愛らしい作品が好きなの、多分趣味が合うんですけどクラピョンあのなりしてそういうの好き、大好きですからね、ミさんだって、あれミさんですか、うん、マジか、リュウだったんですか、ミさん、そうですよ、沢田さんと、クラピョンはちょっとそういうの手の多分趣味がかぶってるので本当ですか、みんないい、マジか、結構いいといいねなのに結構フレンズネタぶっ込んでくる、あ、本当だ、ミさんですと書いてある、マジか、あ、でも一応ね、このチーム名はあれですね、完全に沢田さんが一人で勝手に決めたらしくて、なんかね、教授とかが、うん、沢田さんに任せた人が悪かった間違ったって言ってましたねじゃあそもそも長えよっていうね、ミさんだとするとあれですね、沢田さん、ミさんってのはもうかなりの高音が、沢田くんがね、うん、大変ですよ、むしろその沢田の名前見た人がびっくりしたから、本物みたいな感じえ、まだやってんのみたいな、相当ね、10年ぐらい見てないよ、相当高音の方ですね、一応でもあれシャトルの東西線にはいつも出てます、あ、そうなんだ、一時期やめてたからさ、だってね、だって最初の投撃でベスト4とかではなかった、そうですよね、うん、そう神湯ビンタファンクラブかなんかではいはいはい、ジンジンジップそれ全員一でしょあのクソ難しいゲームそう、スコアラが揃ったチームっていう話でね、やっぱ言ってましたもんね、沢田さん、宮宮さんで、教授のダルシムと、
なかなか新旧バランスいいチームですね。はい、あ、でも、うん、なんか、はい、何を年狂ったかエースモンダ使い始めたらしいからね。あれすごいかな。この前が残業でしたからね。長田信者ですよ。完全に長田信者です。なんかね、X の若手ってマゾキャラの使いたがるんですよ。どういうわけだか知らないですけど。ちょっとわかりますもん。もうね、新しく入るんなら。勝ちたがんないですよね、あんまり。いや、勝ちたがんないで失礼だな。勝ちたがってるよ。勝ちたがった結果これだよ。誰だって負けるためにやってないだろ。失礼いたしました。まあ、じゃあそういうね、若手の活躍に期待ということで、いきましょう。九州マリポートチーム。ここはですね、アイデヌンさんとか、久々ですね、はい、プライムさん、九州連合軍って感じで、うん、すごい久々だね。久々っすよね、アイデヌンさん。ほんと久々、ハルさんは1回目の地方対抗戦みたいなレベルのメンバーじゃないですか。ハルさんはちょっと前にね、あ、ハルさん女性ですね。あ、あの方っすか。うん、あの、この間、はい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 、うっかり久々に、うん、でもあの時に来たのが何年ぶりだっすよ。何年ぶりから来て、次また何年ぶりになるんでしょうかねみたいなこと言ったのに、思ったより早いな。もう来んのみたいな。まあ、まあ、九州っつったらマリポーサ。そうですね、熊本城。熊本城、うん、あ、そういうことなんですね。で、はいはいはい、あれ知らないの、熊本城っつったらマリポーサ。知らないです。まあ、ググれば分かるよ。本当ですか。募金かなんか集めたんだよね。で、ちょっと募金で、まあ、特命さん名前とか自分でつけるんだけど、それでのそう、いくら振り込んでくれたり、そのやってくれた人みたいな感じで、うん、筋肉マンマリポーサ。そういうことですか。九州伝えマリポーサだよ。マジですか。マリポーサチーム対筋肉マンチームの、いや、戦った場所が熊本城だったんで、うん、はい、で、まあチーム名もみんな、あ、本当だ、八千代キャッツウィズ P って書いたんじゃ、なんでウィズ P 消えちゃったんだ。ザ・ホークマン、ミスター VTR、キングザ100トン、あ、じゃミキサー対でキングザ100トン、マリポーサっていう、うん、並ぶ名前に。なるほどね、はい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 。割と筋肉メダルたびたび登場しますよね。そうね、疎通勢は。もう基本的に疎通勢、筋肉マン与えとけば疎通勢、まあ、大丈夫なんで、大体喜ぶ。筋肉マンかセイントセイヤー与えとけば、とりあえずそれで、あ、それあの小3時間ぐらいは喋り続けるから。フライム大抵のミキサー危険とかで、まあ、カジマのクソ力をね、分離するからね。困ったら、あれじゃ筋肉も渡しときゃ大丈夫です。さて、さあ次はフィーリングッド、フィーリングッド、グンゼ、バダヤン、クスモンド、滋賀県カズ、全然なんかすごいバランス良さそうな、良さそうで悪いチームですけど、まあ、関西チームとして、はい、大阪の、まあ、これ割と純正関西な感じ、まあ、滋賀県さんが、いや、滋賀県さんも結局滋賀っちゃ滋賀なので、あれですけど、まあ、ほぼ、まあ、毎週のように来てくれてる、ね、まあ、ほぼ関西ですからね、あれで。これは強いですよ。で、まあチームコメントとして、え、ダパンプもちろん知ってるって、ダパンプ何年前だよって感じ。そうね。なんかね、もうね、それ絶対それね、あの他のバタヤンさんとか草原さんとか、もう誰の意見も聞かずに、もうみんな丸投げして、もうグンゼが書いたと思うんだよね。もうロコセン、グンゼのセンスだからね。マジか。ここから余ったわ、KKY の。あれ、それカズさんって若手の方っすよね。若い若い、なんかすごいこう置いてかれてかありません、なんかちょっと他のおっさんバカかな、置いてかれてかありません。これはダパンプというよりは MCAT なんだけどね。富樫明夫、ダパンプのプロデューサーね、うん、まあ、まあこれはいい関西勢来ましたという感じで、対するがシャドル学園、シャドル学園、カニバル、ミハル、グリグラ、アゼ、モリカって、これどういうあれですか、伝わりですか。これもあれじゃないですか、これかカニバル君、カマートとかのこれですね。なので、これもバーサスでしょ。みんな強いですよ。バーサスでよく、うん、なんですけど、なんかその繋がりなんですかね、これ。繋がりがなくないですか。モリガンじゃない。みんな多分、あ、カニバル君もミハルさんもグリグラ君も多分モリガン好きなんだよ。モリガンさん、モリガン好きすぎてモリガン名乗っちゃうぐらいだから。よくわかんないでしょ。そんぐらいじゃない。で、アゼクは？アゼクも多分モリガン好きなんだ。これなんだろう。無理やり共通点を見つけた。これ結構共通点ないっすよね。モリガンだって、多分モリガンなんだよ。なんかでも面白いメンバー組んだなって感じですよね。そうですね。ブランカ、ベガ、ハイロン、こんだけいるのに飛び道具持ち一人だけ。そうですね。まあ、みんな強いですよ。そうですね、そこそこ、はい、の期待できるチームですよね。はい、で対するはグチ会。ここ鬱陶しいですね。グチ会これも強いですよ。グチ会またちょっと入れ替わりましたね、メンバー。これはね、うん、相当鬱陶しいですね。バイソン2体。バイソン2体ダリーな、うん。
バイソン2体でムーを排除してトモザ。これは大幅にパワーアップしたんじゃないかなと思うんですよね、チーム的に。だってもうやっぱね、チームの方々、いや期待するから悪いんだと。え、何もそれちょっとさらっとひどいこと言ってないみたいな。まあでも確かにそれ正解だね。なるほど。ということで、はい、安定しないダルシムはあれですね、解雇されたんでしょうね。だから多分あれじゃないですか、ムーさんが今回はで、立川さんと組む、マサオさんと組みたいんで、はい、っていうことで多分彼のグッチ会としては喜んで放流したと思うんですよ、ね、で、友澤君としてもいい加減ガムシャラジャパン抜けたいっていうそういうのあれがあったとして、需要と供給が成り立った、需要と供給が成り立った、うん、お互いのあれが合致してあれですね、あの X メンバーサストレートファイター の, オープニングのサイクロプスとリュウが握手したかのようにガゴーンでX メンバーサストレートファイターバゴーンみたいな感じだね。で、握手してチームで、アラバムさんってこれまあ、超強いですけど、アマさんはこれ多分あれじゃないですか、パズドラ、だってグッチ界でイコールパズドラ界でしょ。パズドラ界ですね。いやでもアラバマ君パズドラやってないと思う、俺もやってないと思うんだけど適当ってきません、ちょっとまあそんぐらいなんじゃない、まあ、これはアラバマ君は本当にね、アラバマ君は強い、強いですよ ね, これね、めちゃくちゃ強いです、ね、にいるのがもったいないってぐらい強い。これはね、シキバイソンのよくね、あのコピーって言うと劣化コピー、劣化コピーって言われがちなんですけど、あのアラバマ君の場合はね、いや相当完コピなので研究熱心ですよ、うん、相当研究熱心ですね、完コピなので。これはちょっと話聞いたら、なんか、ね、いろんなバイソンの、いやこの玉島さんここうまいですよ、沼さんはもうここがすごくてとか言って、なんかすごい、ね、各キャラプレイヤーのここがすごいのをすげえ知ってて、なんか俺はあれちょっとやりたいんですよとか言って、相当研究熱心な方ですね。あのなんで、アラバマ君はすごいあれですね、はい、だここはね、もしあれですね、その1回戦、これ確かゼロ回戦だよね、シャドル学園を破って愚痴会を進んだ時には、そのフィーリングッドのね、バイソン戦を任せろと言って、軍勢の残儀をどうするか、確かに非常に期待できるあれですね。結構上のね、グッドさんってフィーリングッドチームがあのバイソン戦に長けてる人間が多いので、うん、そうですね、なのでちょっとね、あれ長けてる、長けてると思われる、長けてると思わしき、長けてると思いたい、いやまあ各希望になっちゃった結構グンズさんって硬い系バイソンに強いですよね。うん、確かに確かに。なのでちょっとね、ここはどうなるか、こう置きたいということで。ザンギちょっとやばそうですね、ん、全体的に。グッチかいって、うん。そうね。確かに。捕まったら死んじゃう、ね。ちょっとザンギやばそうですね。それは確かにあるな。まあでもサドル打点もね、相当強いから、ね、うん、そうですね。普通に、こっちは普通にザンギとかもいけるし。ね、ガイルも、まあ、ガイルしかいないから、ホンダがちょっと。森永さんのファイナルターンパンチはどこですか、ね、そうですね、はい。さて、じゃあ、次行きましょうか。さあ、F チーム。うさんくさいチームですね。はい。何でしょうね。まあ、ここは特に、コメント特に言うことないですね。なんか、いや、なんか、まず言うことあるでしょ。勝手に、ね。勝手に。これ、ダムダイが言ってきたんですか、クボってみたいな。いや、さ、ダム、俺がダム台にこう、初っ端は何でしょうね、海外の連中が来るということで、海外 の, のプレイヤーと、まあ、海外の人間が喜ぶっていうか、まあ、好きそうな連中、はいはいはい、初っ端はあれなんでしょうね、ダム台と僕とのまあ、永田さんと、だ近年よく海外に行って、それ海外とかで、まあ、そうですね、出てるような、だそのの連中だったら倉橋くんとか、はい、あそこら辺で組もうかっていう話をちょっとしてたんですけども、はい、倉ぴょんがね、今年はちょっとあの X よりも一つ、あ、そスト5の方でちょっと集中したいか ら,、はいはい、からその大会云々とかもどうか分かんないか、なんとも答えられないっていう風に言ってて、はい、まあ、じゃあそれならそっちで、まあ、今やりたいゲームを集中するのがいいと思うよみたいな感じので、普通にじゃあどうしようかなで、でまあじゃあエルトラブルっつって、アメリカのアメリカで一番強いダルシムが、はい、本当ジャイアン大好きなんですよね。実際ジャイアンとユージンもユージンさん、そのエルトラブルも仲良くて、はいはい、それで海外の連中とかも来るから、ジャイアン久々に出ようぜって言って、まあ、チーム組むのはいいけど俺練習しないよって、それでもいいなら別にいいよって、そも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 頭数に入んないだろうみたいな感じでって言って、でもそれで大抵リップサービスはなんだかんだ普通にちょこっとは触るだろう、本当にこいつ触ってないですからね多分最後にやった卒はあれですよ、前のプロ対
一般公募、あの一般社初代卒です、ね、一般社会人扱いされたジャイアンさんが楽しみで優勝したそれの時が最後じゃないでしょうかね、触ったのは。そんぐらいだから復活ではないですね、あの記念参加的な。だからあの僕らは あんま頭数入れてないですね、4人で。で KKY はあと1人誰にしようかなと、でいろいろ考えて考えて、まあ、ジャイアンと俺と長瀬さんと、まあその上やらない、まあじゃあ KKY でいっかって、もういいや、もういいよ KKY で、しょうがないな感じで KKY で。そのくせ KKY も初っ端はね、さっき言ったあのフィーリングッドですか、あそこかなんかで、はい、今ちょっとあの誘われてるような感じのところがあって、メンバー的にはあそこに入るぞ、どうなるか分かんないみたいな、うん、その KKY のくせになんかあのちょっと思わせぶりなこと言いやがったんで、もういいやと思って、もう違う人間を決めようと思ったんですけども、結局 KKY がなんか結局そっち決まったらしいんで拾ってもらえますかまだ決まってないのであれば拾ってもらえますかみたいな感じのお願いメールが来たので、なじゃあいっかみたいな。ちょうどこっちも4人あの5人目決まってなかったし、じゃあそれもあれですよ、需要と供給お互いのあれが合致してじゃあ組みますかと。なるほど、そういうことであれですね、サイクロプスの理由になりましたねちょっとバランスが悪くなっちゃいましたねこれいいんじゃない、いいですか、ね、だからそのタイトルはだからそのままですね、あのダムダイと僕が指定関係で、でジャイアンと KKY が指定関係 で、 あそうですね、確かに、で永田さんはまあそのものという我々、はもうこれね、あの新谷さんからはあれですよ、このタイトルあの決めた後はあれですね、あのジェダイとジェダイマスターとあとなんだっけ、あの将軍なんつけ、なんかジャバザハートだジェダイとジャバザハートにしとけっていうのを言われたんですけど、はい、それはね新谷さんにさすがにそれはダメだろうというふうに言って、もうこのタイトルにしましたね。さあ次がサード勢、はい、サード勢ですね、これあれですね、はでもサード勢ってやちょこちょこやってる人いるっての聞いてるんですけど、ヘブン君はあれですね、よく大会とか見に来てくれたりとかいろいろしてくれたりとか非常にありがたい。今田さんなんて結構前からやるのやってますよね。江原君はあれですね、いや確か江原君出るの初めてじゃないよ、何回か出てくれた、俺闘技予選とかだったとこなんですよ、江原チュンに行って。江原君はあれですね、高田馬場に僕がいた頃よくあそうですね、闘技予選出て俺当たってなんか MOV で江原さんなんか誰だったっけですね確か。矢原君も今回チーム決まった瞬間に僕のところに速攻でツイッターで二択で殺されるのが楽しみですみたいな変態だ、それだろ、そうなるだろだまさにそのコメントして変態だなって送り返したんだけどだってサード生が永田翔がついに当たれると喜んでたって、これやばくないですかこれ、一つそのものだからな、これは記念ですよ。でもあれですね、全力でサーバルアッパーカートさんのように全力で僕たちを叩き潰しに来てほしいですね、かなり期待しているので、楽しみですね。サーバラパガトさんは確か、なんだっけ、ヘボリュさんだっけ。ああ、はい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 。ヘボリュさんね、大山でもちょろっとやってましたね。ほう。確か。これ期待ですね。龍、うん、だった気がしますけど、エスタガになってますね。そうですね。あ、龍だからもう、キャラがあれか。そうですね。タゲ勢が出るときは、みんな龍になりがちなんで、うん、ちょっとキャラがあれかもしれないですね。みんな、なんで龍がいいのかなと思う。リュウが両キャラだっていう間違った認識が蔓延してたんですね。両キャラだ。使いやすい。使えるからだと思います。リュウはちょっとも両キャラじゃないですか。リュウはクソキャラだって私も口を酸っぱくして言ってますけど。リュウはクソって言ってますけど。いやね、キングオブファイターズとか、キングオブファイターズの95だったり98勢とか、例えばガロースペシャルだったりとか、サムスピーだったりとか、その他のゲームで、まあ、ファイターズヒストリーもそうですけども、その他のゲームでトップ、じゃあ上の連中の方々に、いろんな方々ね、もし君らのやってるゲームにこの X の竜が性能このまんまでいたらどうなる、いや叩かれますよこんなの話やばいですよこんなのいや、まあ、X 勢は器が広いなって思ってましたけど違うんですかみたいな、ちげえよっていうぐらい、まあ、X 竜はイカれた性能だと、ね、X 竜はかなり来てる性能なんですけど、他のゲームから見するとそのようらしいんですけども、 X 勢からするとそれ以上にイカれたキャラがいるから、まあ、目くらましあれみたいな、許されてる、ね、ちょっとたまたま許されちゃっただけで、俺は許さないけどあそうですね、僕もあんまり基本的には許さないですね、あのキャラはさあ続いてが、はい、続きまして、これはどこのことですか、チーム、これは2個、あこれはですね、フランスチーム、在日フランスチーム、在日フランスチーム、在日フランスチーム、そう在日フランスチームですね、皆さんじゃあ日本語喋れる感じですか、
と、それ2個結構喋れますね。2個は喋りますよ。だって2個はだってあれなんか弾丸論破かなんかのあのフランス版かなんかの逆翻訳を今仕事でやらされて、もうかなり閉じ込められて、もうこれもう帰りたいんだけどみたいな。こんな長い時間仕事するの嫌だみたいな感じのことを言ってましたね。なるほど、はい、2個は有名人ですからね、テレビ局の人ですね。ということで、ここはフランスチームですね。フランスチームってこれゼロ回戦枠かが通じ、ミツ、エンペルト、マルデ、タサカ。これなんか露骨に斡旋的なイメージありますけど、通じがギリ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 のギリギリになって、あの大会に出るのが決まりまして、通じさんもサービス業だからなかなか決まんない系のあれですよね。そうそうそう、あのサンダでワイン売ってるからね。で同じく似たような時期に似たような時期にはですね、あのマルレさんも田坂さんもこの2人もなかなか出れるかわからんとか言ってましたもん ね、 ね、あれで、ミツさんはあれですね、先ほどので似た感じで、あの辺りからそのミツっていうベガがいるんだけどなんか組めないかみたいな感じのこと言って、はいはい、でじゃあなんとかしますよっていうことで、のツージーとエンペルト君はこれスト4のバイソンですね、クロス君の友達。まあ、エンペルトさん、友達選んだ方がいいと思いますよ。エンペルト君はいい人です。ちなみに、その話は毎回しますから、私も。エンペルト君はいい人、毎回してます。ちなみに、これさよならってついてませんでした？あ、いや、エンペルトってだけだった。あ、どうですか、うん、これね、なかなかやりちゃうんですよ。しょっぱな通じ間違ってエンペストだったからね。ルだと思うんだけど、どうなのっていうふうに聞いたら、いや、ごめんなさい、エンペルトです。マルデさんもしょっぱな絵だからね、あの MAR だったから、ね、間違いすぎじゃないですか、ちょっと通じた、通じめちゃくちゃ、大丈夫ですかね、めちゃくちゃだねみたいな感じ。ただまあ、田坂さんのキャミと、うん、マルデさんか、そうだね。エンペルトは確かあれですよ、まだ20代ですよ。若いよね、見た目は清原ですけど、うん、そうね、見た目は清原なんですけど。エンペルト君、彼はすごいいい子だね、はい、非常に素晴らしい、やる気もありますしね、素晴らしいです。田坂さんね、旧名古屋だからね。そうですね、化石だね。化石、化石、化石。まあ生きてる化石でいる。シソチョウみたいなもん、ね、ライチョウぐらいだ、うん。まあ、田坂さんもね、バリバリやりかねますから、ね、これ田坂って書いてあるって見えるけど、田坂じゃないからね、カタカナの田坂じゃないからね、これね。どういう意味ですか？いや、あの田坂って、ほらサーチとか引っかかるのを避けるために、はい、これあの漢字の U ですよ、夕方の U。 ああ、そうなんですね。でカタカナの差に力ですよ。あ、そうなの。そうだ、田坂じゃないんですよこれ。あれ田坂さんのこの田坂は昔からそのミクシーもそうですし、ツイッターもそうですし、もう昔から一変してこれですよ。僕はそれにちゃんと準じて、あの番学さんにもこれカタカナの田坂じゃないですよって。これでお願いします。じゃあ俺直しとくわ、はい、僕は必ずね、そう、田さじか、ゆうさじからです。ゆうさじから、ゆうさじからです。ゆうさりきって本人は言ってます。そう、ゆうさりき、ユーサリキに直すのか。 そう、ユーサリキ。それこのまで行っちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫ですか？それユーサリキで引っ掛けるようにして、ね、あだ、あの日の リッキー台風じゃないですけど、本人はリッキーって呼ばれたいと言ってましたから、ね、あ、そうそうですか。です、ね、なので、タサジカラですね、タサジカラ。さあ、D ブロック来ましたよ。さあ、岩田 D ですね。さあ、老人会、噂の老人会老人会って言ってもなんかあんまり老人衆しないですね、今回は。じゃあ今回だから、秋葉さん、これあれですね、これまあ吉尾さんもね、吉尾さん、あれお前ってさ、いや、あんまり発表してないですけど、いや、秋葉さんもそうなのよ、その近辺なのよということで忙しいです。はい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 、ちょっと今ね、倫理コード引っかかるか引っかからないかギリギリの方のあれだったんで、ちょっとね吉尾さんに相談したんですけども。そうなんですよ、なので、で明日のさんはこれはでも明日のさん見ましたよ、ヘイで、ちょこちょこ見るんだよ。たまたま仕事が早く終わったりとか、お子さんもある程度大きくなったから、はいはいはい、時間ができたらちょこっと遊べてるらしいですよ。マジか、はい、俺結構ヘイ行ってるんですけどね。僕あと似た感じで怪しいの、この間江戸屋文吉さん、懐かしい、懐かしいのができた。江戸屋文吉さんと、あと、もちゃ見ましたよ、もちゃ。ちょっとちょっと、で、ほんとびっくりしたんだよ。思わず後ろから写真撮ったのかとか思ったんだけど。あれも懐かしいですね。そうですね、10年ぶりぐらいに。あしたのさん、相変わらずぴょんぴょん跳ねてた？あしたのさんは、相変わらずニョッキニョッキだから楽しそうにやってましたね。この間 S 流に大会で当たって、なんかあしたのさんの勝てましたよ、なんか。そういえば。
ね。なのでね、老人会はちょっとね、いろいろ、まあ老人会実際老人だからね、いろいろ年取るとあるんですよ。若い時にはないイベントが、CC 埋めるイベントが。そうですけど、別になんか今回あんま老人会っぽくないですよね、メンバー的に。まあユウさん、いやみんないい年だろ、まあ、ピョンキシーだけじゃない、若いの。だって YU さんだって相変わらずフェラーリ乗ってウェイってなんかあんまり老人っぽくなくないですか。ウキさん最近見ますね、月1ってご本人おっしゃってましたけど。マジだ、へえ。いや、じゃあこの間たまたまレアだったの、びっくりしたよ。ネトゲから出てこれたんだ、うん、ようやっとようやっと現世に帰ってきた。ブラさんから出てこれたんだ。ブラさん、ブラさんなんですね。ようやっと現世に帰ってきたな。マジか、うん、そしてこの次もなんか随分と海外日本人のコンテンツ。そうだ、ここはあれですよ、マオニャンがあの引っ張って、それだって日本人栃木ですよ、だって残り2人は。ロン君と TMF さん合わせて栃木のですね、うん、そうそうそう。まあ、とりあえず真帆が名古屋で、あとは海外っていうね、うん、あのフランと海外の茨城県と、あ、栃木県か、海外かよ、うん、フランさんとキエノノさんは、これどっちもフランスかな、確かフランスですか、なるほどね、バルログ、はいはいはい。まあね、真帆にゃんはね、あのなんだ、あの通人とかもそうだし、あと紫とふたちゃんとかもそうだし、その海外チーム、せっかく来てくれてるんだから、せめて1回戦、そのトーパーだったりとか、そのまあいいとこまで進んで来てもらって、楽しんで帰ってもらいたいというコンセプトで、今回あの、はいはいはい、それなりにどのチームも目があるようなチーム構成にはしたと言ってましたね。マオさんも最近優勝してますけど、意外と個人成績悪い感じですよね、5on 5。まあ、マオニャは、まあさすがにバルログもね、対策される側に回るのもあるのと、あとマオニャの戦い方自体がね、あのたまたまさ歯車合致しちゃうと、あの一見すごい圧倒的に見せかけて実は脆い部分もあるので、まあそうですね、ここのこう剣によく負けてるのを見るので、剣によく負けてますよね。はい、そういうのもあるんでね、僕はそのために肩をポンと叩いて、なんだお前何をしてるんだい君はと僕はあのからかいに行くんですけど、まあまあまあ言うて、でもやはりノジアではアベレージ最強と言ってあ、そうなんです、すごい強い、過言ではないと思いますのでね、その辺はやっていただきたいと思いますね。さあ次のチームはあれですね、あの中田さんが勘違いしてたんですよね、名前、チーム名の意味を。さあということで、こけたら死ぬぞということで、こけたら死ぬぞ、これメンバーがヒデ、シュー、機械、ヒロヤン、焼き鳥ということなんですけども、中田さんは機械がこけたら死ぬ、いや私も今ちょっとそう思いましたね、なんかだったらしいんですけど、そう思ったらしいんですが、いや逆でしょと、ヒロヤンと焼き鳥くんがいるからこけたらあんたら死にますよってことでしょって言ったら、ああそっか、みんな機械が死ぬことだと思ってるみたいな。機械さんの、いや2つかれてんのかなと思って、ああ2つ、二重にかけてんだ、機械。チームコメント的には転んだら10割持っていくよっていうことを言ってるんだけど、うん、機械さんはあまり転んだら機械が10割持ってかれる、そういうイメージもないですよね、やっぱりあのあれで。まあでも転んで10割持ってけんのは何でしょうね、剣とフォークだけですよ。まあそうですね、ヒデ君もまあおけつび頑張る系のタイプのではないですからね、頑張らないでしょ、むしろ昭和縛りの先っぽです。下がって聞こう、全然ヒデが下がって聞こうタイプ、全然頑張らないですよ、はい、はどっちかと下がって聞こうタイプですね、下がって聞こうか、あの頑張らない昭和先っぽか背中蹴りと10割は持ってかない、100と先っちょ系ですからね。まあまあそれも全然一つの戦法なんですけど、まあ機械さんのガエルもまあソニックか、まあどちら頑張ってめくりしろキックじゃないですかね、まあ、基本的にガエルが置き攻め頑張るキャラじゃないですかね、という感じ。まあ、実際ここめんどくさいですね、ほんと寝っ転がったら死んじゃうので、はい、ここはちょっとね、次の水拳クラブのバルドグ、フェイロンあたりに大暴れしてもらって、ね、天才チンパンジーさん久しぶりに見ましたね、この子結構あの東大戦ほぼほぼ出てますよ、あれフェイロン、いや最近は出てなかったじゃないですか、最近は出てない、出てない、フェイロンと S フェイロンでよく出てんじゃん、出てない、最近はなんか一時期すごい出てましたよね。そうなで、何やらなんか溝の口系らしくて、あ、そうなんだ、あのシロさんとか農業さんとかと同じ地元だったみたいな、全然プレイスタイル違うの、多分そうです、そんなに激しく交流してたわけではなさそうなイメージでしたけど、はいはい、まあこことりあえず期待ですね、ミヤ君と、これもあれですよ、あのまあバサスチームですね、宮さんは、ね、一応鎌と大森系らしいです。
そうなの、はい、バーサスとヘイでしか見ないけど、ね、まあそうです、いっぱい見ますけどね。沖縄のスピリタスさんと、まあ、アオバさんはまあ完全にヘイの人ですね。アオバさんの日本人のエクスパーですね。日本人、日本語できないけど日本人なのあれ、ね、そういう外人はね、あの他芸能いますから、いっぱい結構ね、エクスパーもね、日本にいる時間長いと思うんだけどね、変わらないね、日本語、日本語が、そういう外人いっぱいいますよ。そういう外人いっぱいいます、ね、まだ、ね、期待です ね、 何が起きるか分かんない。結構英語でご了承してもいけちゃうから、日本がやつら甘えさせる環境を作ってるんですよ。すげえ、まあ、結構ね、期待ということ。今日本はやっぱり教育でやってますから、英語ですね。さあじゃあ次が、はい、ここは面白そうなチームですね。これサソリ君以外みんなあれですか、アメリカ人です。みんなアメリカ人、あ、すごいですね。多分だけど GGPO でやってたメンツで集まってる。ああ、なるほど。そしてあの全米一、先ほどの普通一に対抗して米一ダルシム、米一バルログに米一キャミーに米一ホンダですね。はい、まあちょっとキャラが若干マイナーなところありますけど。そうですね。これあれでしょう、多分チーム名もその全員の頭文字取って、あ、そうっぽいですかね。ジョシュ、エルトラブル、タニア、サイレントスコープ。はい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 。で、ジェッツなんだ。タニアってさらっと本名出たけど。タニアミラーでしょ一応。あのね。あ、それでか。そう、ジェッツってなんだろうと思ったら、あ、そういうことね。一応なんかチームコメントはなんか、うん、サンクスパパシってなったけど。ああ、パパシは確かあの、GGPO のシステム作った人がなんか。ああ、なるほどなるほど。パパシはね、あれですね、エボ行った時か、エボ行った時パパシには相当お世話になりましたね、僕も倉橋さんも、マオニャも、はいはい、TMF 君も、みんな一通りがお世話になったので、頭上がらないですね。なるほど。海外の方々、みんな人たちばっかなんでね、逆に海外の方たちがこっちに来た時には、逆に恩返し的な、何かしらいろんなことができればなと、常日頃から思いながらなんですね。なので今回は、まあ、サソリ君も同じく、私マオニャンも僕らも一応ダムナイト組んでました。海外の連中と組んでるところは他のチーム以上に多分気合が入ってると思うので、はいはいはい、うん、ジャイアン以外はあれはどうでもいい、気合入ってると思うんで、それぞれのチームの動向に期待ということ で、 そうですね、応援もよろしくお願いしますって感じですね。はい、さあ対するはガラスのアラフォー、これは登場戦系ってことでいいのかな、でしょうかね。本屋さんに、ズッキーさんに、モツさん、スーさん、スー君かに裏切りさん、そしてこれは本当レイトナー勢ですね、うん、池袋もたまにいますみたいな感じですかね、うん、登場戦系でいいでしょ う、 というところです、ね、まあ、ガラスの登場戦コミュニティがなんか最近活発なのいいですよね、ちょっといいです ね、 ね、あれで昔は池袋線、西武線の方が多かった印象なんだけど、うん、めっちゃ昔じゃないですか、めっちゃ昔西武線だからゲーセンが全滅しつつあるからありますからね。ガラスのアラフォーってこれ何、多分光源氏のデビュー曲かなんか引っ掛けてるはずなのよ。そうですね、ガラスの10代ではないです。ガラスの10代、ガラスの40代だからこれ。そうね、まあ数君以外はそうですな、壊れそうなものばかり集めてしまうよみたいなことをコメント出てたような気がしたけど、もうそう、コメントが壊れてますね。コメントが壊れてます。まあ、やっぱね、ダパンプ以上だよ、だってこれ。うん、そうね、まあ、今しょうがないんじゃないですかね。まあ、そこら辺はね、アラフォー様、おっさんの言ってることなんでね、ある程度目つぶってもらえればと思いますので ね、 そうですね。さあ、続いてが。コメントが全然つかなくなった。いやいや、止まりましたね。みんな疲れてるじゃないですか。疲れてるのかな。もう放送終わってたか、それとも。放送終わってないでしょ、多分。大丈夫、あと95分。長いですね。さあ、次が、新婚チャンプ with デゲシカ。これ、鬱陶しいですね、相当ね。これは優勝候補筆頭ですよ。これ、大阪は寝屋川 ABC チームですね。はい、これは非常に強いですね。あ、米崎さんってどうなったの。米崎さんは結構有GGPO では有名なタルシム使いですよ。そうなんです、ね、米崎さんってこれだってなんだっけ、ネアが ABC 店員さんやってなかったっけ。いや、あれポッシムさんか。いや、ポッシムさん、あ、ポッシムさんイコール米崎さん、うん、店員さん一時期やってなかった、やってたかなと思われなんだ。新婚さんってどうなんですか。新婚はあれだよ、岡部で、岡部結婚したの、へぇ、で、入れたい。この間その岡部の結婚式二次会があって、はいはいはい、その時に
あのなんか新郎新婦に質問ありますかみたいな時に、はい、5月に5 on 5であるんですけれども旦那誘っていいですかみたいな感じで、はい、刺されるだろう。それでおカフェを支部に持ってきたっていう。なるほど。あでもこのチーム面白そうだよね。面白そうですね。攻撃優勝者ですから ね、 ね、もうね、おカフェとマツケンさんもね、マッキーもね、とで藤本 もいやこれ強いよ、このチームは。これは強いですよ、うん、強いです本当に。次のチームと次のこれ、これゼロ回戦だよね、下ね。これはね、どっちが上がっても面白そうですね。下のね、この真ん中ベストプラクティス、ここもかなりなんか有田さん結構マッキーさん苦手ですもんね、うん、っていうかなんかね、ほんとね、槙原って龍が善やみたいなとね言ってますもんね。大阪にはまあ要はもう昔からの同世代で一緒にやってた人間なんだけど、はい、これすごいね。マッキーさんも完全になんか人の役でやってますからね、ミューガー戦の中のやってましたから、ね、いやでもね強いですよ、あの龍は本当に、はい、2P 側を取らせなければ。いや最近 1P でも結構強い。あ、そうなんですか。さあ、したらじゃあ次が真ん中ベストプラクティス、ここはですね、あの混合チームなんですけども、ここはね、もともとね、このなんだブラックマーニー、ブラックマーニーマインマインさんから、はい、のね、私は今回日本に行く時どうしてもポニーと組みたいどうしてもポニーと組みたいというすごい熱苦しいメッセージをいただきまして、はい、でポニーに泣く泣くなあ、あんた今回かける号で出る、はあなんでみたいな外人がさ海外からわざわざ来るんですよ、もうどうしても組みたいらしいんだよねその人キャラ何なの、ザンギらしいよ、おいねえだろねえだろって、ザンギがザンギと組んじゃやべえだろとかえ、それ前夜祭とかじゃなくて、いや前夜祭は前夜祭、前夜祭は前夜祭で、まあ、当日も当日だと思われるんだけど組みたいらしいんだよねっていうことでこのような形になったみたいですね。クロスよく入りましたクロスもだからそう海外に協力して、そうマモニャンかなんかの、はい、あの多分そう海外で組んでもいいよっていうのを募集したんじゃない。ああ、うん、優雅さんに怒られませんか、クロス、はい、もう怒る怒んないとか通り過ぎるんじゃない。有名なクロス、はい、要はポニーまでが要はその、あ決まった感じだったんですね、あの、はい、じゃなくて、要は海外やつでね、マオがアスティマクってことですね、マオが、そう、だから別にプラスそのブラックマインさんが、はい、どうしてもポニーと組みたいって言ったから、まあ、ポニーとポニーとブラックマインさんはもともとワンセットだった、そうワンセットで、マオが残りのメンバーで勝ち目指せるっていうので、そうそう入ったのが多分ユーベガとクロスだったはずな、うん、これはね、もうポニー、ポニーもファンというか、まあ、信者を、まあ、あれも神みたいなもんですからね、多いですからね、手紙様だから、うん、ヘルバトラーとか呼ばれてるけどそうだね、確かに、確かにドラクエ5のヘルバトラーみたいな最強か、最強モンスターですからね、ヘルバトラー、ね、味方にできるね。さあ、ということでポニーが頑張る、残りの人、この方は残りのこっちは、なんだ、なんて書いてあるんだ、ジョンズ、字が読めない、ジョンズ、ジョンズ、あ、ジョンズ、ジョンズ、あれ、昨日いたじゃん、ジョンズ、マジですか、うん、ジョンズも結構あれですよ、期待できますよ、本当ですか、リュウっていたかな、外周いましたよ、神様、神様そうね、毛神様だからね、髪の毛でいいじゃねえか、今もう髪の毛じゃん、胸毛神様。あ、さあ、そして、スイスイカ、これも最後ですよね、はい、フー、クー、これ何？なんで黙るの？いや、何って聞かれても私は知らないですよとか言えない。何これ？色はさ、チュンリーかと思ったら、まあ、SR で出るんですね、あれで。あ、そうですね。うん、と、これはあれですね、ここのなんかメンツはあれみたいですよ、なんだっけ、あの当日配布される。スーパーの本、そうですね、ヨガ本スーパーを出すということで、はい、編集メンバーみたいですよ、うん、ね、まあ、ここもキビダルさんが非常にダルシムが強いという噂をちょっと、キビダルさんはアラさんでしょ、はい、キビダルさんとアラさんは岡山の、アミマラテクノランドからの遠征、キビダルってまた岡山っぽい名前ですけど、ね、キビダンゴダルシムのキビダルさん、北海道のナマラダルシムの略のそのナマダルみたいなもんですね。キビダルさんは昔のヨガストライクバッカーズの本を通販で買って
これを読んで勉強すればみたいな感じで買ったらしくて、なるほど、間違った自分が網払い行った時に、いや本気にしたらまずいでしょそんなのって完全に間違った買い物しましたね高校生の時に、だからその2500円とかいうのを通販で買ってっていうね、あ頑張るねそんな時に。まあでもまあ面白いですよね、ああいうのって本当刺激があって、そうそうそう、うん、そんな本作った人間に会えると思わなかったみたいな感じで言われてね、そうそうそう、でも強いです、本当に強いですよ、岡山最強と一緒だから僕はダルシムが強いと言われてる、ダルシム戦大好きな僕としてはかなりウキウキしてるで、アラさんと、はい、まあそうですね、そのエスキャララグドコ、エスキャラって言っても結局イワさんだけですよね、エスキャラは。そうですね、はい、でまあ X ですからね大会はで、あとはそうか、破天荒さんと JC 高さんか、JC 高さんは、はい、三宮ですねああなるほどなるほど、ほんと今回はね、全国各地いろんなところから集まるね、そう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 、すごいすごい破天荒さんも、それ僕言ってみた、破天荒さんも最近やたらやりかるっていうか、そうですね、破天荒さんすごいわけよ、ね、破天荒さんでも会うたびに強くなってんだけど、あの人はあーすごい、うん、あの人すごい、すごい、しかもなんか物押し丁寧なんで、うん、できれば大変お願いしますみたいな感じでこう言われて、いやそんな賢くなくて今いいですよみたいなそんな平みたいな喋り方じゃないだろいやすごいいいスポットライトだね、すごいね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、素晴らしい方です、将棋とか最初そのイメージだもんそうね、棋士だよあの人は、プロ棋士みたいな印象がイメージですけど、すごい物腰柔らかないい人ですね。さあということで各ブロック、はい、終わりましたが、これもう完全にこれさ、あのイエーイみたいな外人動画みたいなのコースね、そうそうそう、そうなってる感じはあれだけどカメラ目線じゃなくていいのかね、どうなんだろう、カメラ目線はい、さあということで、これ何優勝今回難しいよ、そう難しいですね、そうそう、各ブロックがそれぞれなんだろうね、あの1位抜け2位抜けするのも絞りきれないよね、絞りきれないですね、なかなか非常になんかね、どうだろう本当にどこがいけんのかね、まあ突き抜けてるチームがどうね、ないですかね、ツイッターとかね、あのそのなんだあのいいねだったりとかリツイートとかで、あのそこら辺の、まあ、一番人気、はい、まあまあそりゃそうだよなっていう感じの、まあ白虎隊が一番人気ですね、そうですよ、うん、あそこ小高がね、うん、結構優勝しユーディル大会で優勝して結構ハクつけましたから、うん、今年は小高いやんじゃないかな、エクサー優勝して、しかもエクサーも準決勝決勝ってあいつあの大将引きずり出されてからの逆に立てで2回ともあいつは頑張って勝ってるんで、なのでそうだね、ちょっと小高がうまく頑張れればと、永田の神の手による組み合わせ、そうだね、今回はね永田さんがトランプ引きましたよ、トランプごとりごとりと、あの赤木みたいな感じであれよ、あのカイジのなんかティッシュボックス、あのティッシュの箱みたいな、ああそうそうそう、あの、ま、お丸めてたやつがあったはずなんだけど、そうそうそうない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 、カリ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 いかんよ永田くん私に2回も引かしちゃいかんみたい、2回も引かしてはそうということでですね、今回まああれだね、トーナメント表面今見ていただいた通りなんですけども、A ブロックですね、 A ブロックの左側確かにちょっとあの他のブロックに比べて厳しいかなとは思うんですが、そうですね、いかがなもんでしょうか、実際ね今までの5で一番面白そうと感じます、そうですね、常に毎回面白くなるようにしてるので去年のやつは去年の段階で今までで一番面白いものを作ろうとしていたので、だから今年もの今までの中で一番面白そうなものを作っているので、毎年それで言っているので、去年と似た感じで盛り上がればいいねとは思っていないので、あれですね、ありがたいお言葉ですね、あの今までで一番、毎年それを目指してます本当かよ本当かよまあでも今年はガチすぎる構成は嫌だよねっていう話はちょっと海外 の、ね、あの方々があの去年の段階からあの来年はあの20人から30人ぐらいあの行くからのよろしくねみたいな感じの話をもともと聞いていた、今回海外の、ね、方々がねもう来るっていうのは決まっていたので、もうそれに合わせてなんかうまくできればなっていうのは、そこら辺のやつであのマオニャンとか長田さんとかともう話してる時の段階で、企画構想の段階ですでに日本とあの海外
例えばその海外の連中の日本の誰とか見たいとかそういうような混合チームがたくさんできたらいいんじゃないかみたいな感じで、ね、今まで 5on5 ってその夏の大会がガチの大会で 5on5 はお祭り要素が若干高い大会だったんですけど、なんかそれにより特化するように本当なんかうまいこと集まれるようないいイベントにできればなというのをちょっと目指したんですけど、今回ちょっとそれが実現しそうな感じなので、うん、いいなと思います。な8月も8月で今回来なかったイギリスの方々とか何人か来るのが確定してるので、ね、ダム内とかそこら辺が言うには日本の夏は蒸し暑いのは無理だ夏は行きたくないということで、なのであの8月ではなくて今回のあれですね、あの5月ゴールデンウィークにあの的を絞ったという感じの話なので、なそれとはまだ別で夏とかでも別に全然関係ないというふうに、ね、思ってくれてる方々は夏もそれぞれ来るので、だこういう感じでね、実際今あの大きいそのストツでの今回実際180人下手したら200人超えるような大きい大会というのがないので、まあ、毎年毎年、まあ、こんなような感じので今後盛り上がれればなと。これで実際ね来年ね外人来なかったっていうだけで人数130人お減りすぎだろうとそんな感じになっちゃうとさすがに、ね、寂しいのでね、そうはならないようにはちょっと頑張っていきたいなと思っているので今後もよろしくお願いします、そんな感じでしょうかね、うん、ね、なんで苦笑いが起きるのと、まあ苦笑いも起きますわと今までので一番面白そうと感じてますって、今までのがつまんなかった風な感じの、そんなそれをうまいことフォローした感じの言葉をその場の思いつきで言ったらそれは苦笑いも起きますわみたいなね。ちなみに今日は外人さんたちどこ行ってるんですか？今日はあれじゃないですか、今日は水曜だから中野行くんですかね。中野かもしくはあれじゃないですかね、皆さんそれぞれ例えばヘイだったりとか、はいはいはい、それなりに観光してるみたいな、デビとかは、うん、今日なんか、あ、今日かはどうかわかんないけど、野球見に行ってた。いいね。まあ、一応この間上、TRF もそこまで台数ないっすよね、うん、確かね。あれなんで、みんなで体育して押し寄せちゃうと。まあ、年齢なんだっけ、女子とか、ダメだ、あそこら辺の連中は秋葉原にホテル取ってみたいで、で、友人たちがあれ、なんだっけ、浅草、うん、で取ってるみたいで、みんなそれぞれ別動態で、いろいろちょこちょこ回ってるみたいだね。うん。まあ、この間大阪来た時もね、まとめて結構やばいっすよね、いろいろ回った日本に来て1週間今入りして名古屋と大阪回ってくるってどんだけ一つ好きなんだって話です、まあ一応変だね、なんか外人のね、JR 線であれば新幹線も、新幹線は何だっけ、のぞみまでだっけ、光までか新幹線とかと JR 山手線とかの JR であれば、はい、全て乗り放題の変なねチートパスがもらえるんだよ。もらえるとかちゃんと申請してんだけどじゃあダメだよ言ってたんだよチートパスとか何それ、そんなの申請すればあるもんなのおう、ダメだよオンリー僕だけねみたいななわけねえだろうえでみんな人通りさすがに自由席とかですよね新幹線って言っても多分そうだと思うんだけど、でもね本当の行ったり来たりその何日間だ1週間の間とかそう完全フリーパスみたいな乗り放題、すげえな前だから台湾人のヤンさんが、はい、ヤツ日本来た時やりたい放題だからねそうだって昨日 VS いたと思ったら次の日そう名古屋いるとかどんなペースだよみたいなだって F1 仙台 F1 行ったりとかいやそれ好きすぎでしょさすがにだって名古屋、富士のミラクルドーム、うん、そう全部X からどこでも行くみたいな感じですかね浜松三西部で大阪の寝屋川と、エンパラさでさらに岡山とか海外の方々はあれだね本当にね一旦休み取って本当に2週間ぐらいのあれだね2週間3週間休み取るからね、うんこんな感じで来るか。ダム台は、この間来たのいつだっけ ?27、4月なので。だ丸2週間いいのかな ?5 月8日の月曜日にあいつ帰るって言ってたから。うん、なるほど。だ来て、初っ端に3日東京行って、その後名古屋行って大阪行って。で、昨日、一昨日か。一昨日月曜からこっち戻ってきてるのか。な感じで。でもうあとはずっと東京で適当に過ごすという感じらしいので。みんなそれぞれ会う方々にそれぞれですけど日本を、ね、楽しんでってくれという感じで言ってはいるので本当に実際それ楽しんでもらえればなと思ってますね。これどこ
ゴツガネの配信差し押さえ、どこっていうこともないですけど、どこって言われたら、どのレベルで、ゴツガネの配信差し押さえ、昔、マッツンが車に轢かれて入院してたけど、それは結構特定されかもある、そうですね、そこは僕、確かに実際、場所聞いたときに、あ、そんなとこなんだみたいな感じで、なんか久々だな、ここ。松葉杖ついてきたなぁ。名物の M はモンゴルマンの M でしょ。違うわ。でこれね、ウォッズガーデンさんに今回お邪魔してますね。ウォッズガーデンさんは都内某所と言っとけばいいのかな。そうですね、都内某所、都内某所、そうです、スタジオ、はい、都内某所のスタジオですね。こちらでいろいろ日夜若い力の活躍に、最後 CM して、若い力、別に大丈夫ですよ、一応 CM して、で、何したっけ、ここを切るんでしたっけ、若い力の活躍に期待して、まあ、ゲーム的な活躍も期待したいけど、なんでしょうね、あの運営も、これ発売ですよね、若い力、そうそうそう、年寄りはちょっと追い出して、あ、これですか、これ、あの若い連中で卒を盛り上げて、これでいいですか、あ、わかりました、アルベガスのオープニングみたいな感じですね。若い力でスクラム組んでほしいですね。ダダダすぐ食いついたな。よくわかったな。大会の打ち上げありますか？ありますね。ある予定です。なんなんなんなって感じ。もうバラしちゃえ。バラしちゃうとやめろってそれ。やめろって。知ってる人間いるんじゃん。やばいやばい。バラすなって。ただ漏れだからね。うん、大河号の打ち上げはありますよ、あのデイトナの前の、あ、まだ分かんないんだよ、どうなそう、どうなるか分かってないんだけど、一応あります、ある予定です、打ち上げでもしたいっすよね、そうですね、あと前夜祭、前夜祭はそうですね、今ね、前夜祭ももう決まってるんですよ、前夜祭は4時から、エントリー開始、4時からエントリー開始で、まあ、5時、6時ぐらいにふわっと始めれればなと思ってるんですが、同キャラ戦、同キャラチーム戦オンリーとあります。でチームエントリーは16チームまでです。なぜなら16キャラしかいないからです。ので17キャラ名は合気はいらないです。合気はいらないです。あ、じゃあ S も同じってことで、 S も X も同キャラでチーム人数に制限なしです。ので先ほど中にもちらっと出ましたけどね、一番卒においての不人気キャラクターサガット、サガッキャミですね、サガットチーム2人対大人気リュウ30人とかもうありうると地獄ですね。ただムダルさん去年相当頑張ってましたからね、1人で。そうですねなんか結構ね頑張ってましたから本当。去年実際勝ったのは数の暴力でガイルチーム、吉尾さんガイルです。いやいや、ベガの人数多かったですよ。あ、ベガのガイル、エッサガーもね、うん、だって今回参加者レベルで見ても、うん、参加者レベルで見てもキャミーってさ何人いる。キャミーは、ね、キャミー沢田さんとサイレンスコープ5人もいる。あ、キャミー5人もいんの、うん、184人の中で5人もいんの、うん、多いねキャミー。まあ、前夜祭なんでね、おみくじ感覚で、それぞれ、それキャラパワーがほぼイコール人数だから、ひどくないんですよ、逆に。じゃあね、人数、戦争は数なんですよ戦争、そう、戦いは数なんですよ。戦いは数だよと、うん、ひどいルールやなって思うんだったら人数集めればいいんですよ。そう、結構ね、今小高が貸したいっつって相当今声かけてます、いろんな人。ああ紫もらって、あれじゃあ、ベガ集まれみたいなこと。いや、あれはゆうべが命令で。そうっすか、ゆうべがさ。だから、平君だって放送出ないので、前夜祭だけは来てくれとか言って、前夜祭だけはどうしようって言ってくれって。お前は、俺には政治力がないから。今年は豪気なしか。いや、同キャラチーム戦は毎回豪気なしだったけど。あ、で、あった、去年あったわ。去年あったら、あ、今年ありでもいいな。あ、そっか、去年あれであれか。ニアが豪気失敗で。ニアが豪気失敗で、頑張ってフジモンが勝ったのか。そう、ね、あ、そっか。ペコさんが豪気去年豪気あったっけ。じゃあ豪気ありにしてもいいのかな。まあ、キャミ5人もいるけど、うん、まあ、実は最低クラス。サガット何人？サガット6人いるよ。サガット6人。やべえ、184人中6人。うん、何パーセント？で、サガット6人だからそのうちエッサが2人だから。エッサが2人。うん、で、そのじゃあエクサガットの方が多いってこと？そう、エクサガット4人もいるの？4人もいる。頭おかしいの？一番多いのは？一番多いのはどう考えてもリュウだね。今回リュウだね。24人もいる。24人。184人のうち24人リュウ。
で、DJ が5人しかいない。DJ5 人、うん、あ、DJ 少ないね。うん、まあ、DJ は本当に。あれ、伊藤さん来てないですよね、今回ね。そうね。うん、で、ホークも6人だけど、S ホーク3人の X ホーク3人。半々なんだ。今回なんだろうな、自分で書いたらあれだけど、ケン結構多いイメージがあったね。ケンとね、ケンはね、17人。17もいいんだ。うん、ケンとあとバイソンが多いイメージだった。バイソンは17。うん。おぉ。多いね。うん。今回はまだ。ダンギも13いるし、ガイルが16、ダルシムが15、ダルシム意外と多い。ダルシム多いね、結構、うん。メインキャラ以外の参加でもいいのって、まあ、いいんじゃないですか。悔いが残らなければ。悔いが残るぜ。そう、悔いが残るぜ、バイジャイアン。悔いが残らないのであれば、メインキャラ以外で参加してもいいと思いますよ。本戦に大進行で同日に終わりますよ。あの、終わってるちゃんと実績ありますから任せてください。安心と信頼の。ちょっと試合数が増えるのが、まあ、2大進行ですね。あの A ブロックと B ブロック同時進行ですね。で、C ブロックと D ブロックが同時進行です。なのでちょっと後半あの二大進行以外とか豪気しかないやん。ああ、そうだね。ちょっと後半だけ抽選が重要ですね。その抽選、そう、同キャラチーム戦の抽選はあれですね、あの完全におみくじですからね。去年同様完全におみくじ、セロテープ様が頑張って引いてくれますので、セロテープがあのあれですね、あの残儀チームの癖して1回戦ホンダとか引いたら、みんなでセロテープをあのブライデンガイの素直になるバチバチやるみたいな。そうそうそう、なんか残儀ジャンキーのなんか速攻キャミ引いてましたよね。なんかそうですね、引いてました、ね、引いてましたね、あそこ、ね、でも去年のあの組み合わせはね、割と良かったんじゃないかな。俺らガイジャイルだったよ。うちはベガであれですよ、僕があのオヌチョ君に負けてしまったせいでちょっと悔しい思いしたので、今年は頑張りたいですね。素直になれ。そうですね、素直になれと愛情注入とバチバチグッガーとかやってそんな感じでね、セヨテンプさんをみんなでやればいいんじゃないかなと思うので、言うは昼間そう、に犬じゃないとですね、のでそうね、あの漫画やばいな。今後でも実際ね、今聞いてる限りでも実際参加人数、そう、当日参加はそのね、例えば今竜24とかそういうのを言われてましたけども、実際前夜祭でじゃあ果たして本当に竜が24人いんのかしたら、それはまたいなだと思うので。そうね、当日は出れるけど、あの前日前夜祭は出れないよ。そしたら逆もまたしかりなので、どうなるかわからないのでね、実際こう置きたいということで、5期去年あったんだ。去年あれだったんだよね。去年ありだった。どうせ使わないだろう、ペコとか奥村だけ、間違った、青津だけだろ。本名。だって俺、青津って呼んだことないもん、あいつのこと。そうね。うん、あ、そこら辺だけだろ、どうせ。別に、いいっちゃいいんじゃない、まあ、なしだな、めんどくさいからなしだな。なしでしょ。だってメインで使ってるやついねえんだから、まだなしでいいんじゃないの。確かに。そうね、豪気メインとか見たことねえからな。カツラ号とか。ああ、モアニアよくいたね。松戸豪気とか、うん。モアニアよくいましたな、確かにね。なしで、じゃあ合気なしで、はい、決まりさあ、確かにもともとなんだっけ、ツイッターかなんかので、あのなんだっけ、公式アカウントの方で16キャラチーム戦ですみたいなこともう歌っちゃってるから、うん、もうちょっとそれで終わりで、はい、うん、で、エステックスはあの同じキャラなので、あの猫矢倉うるす、あ、今のでさせてください。いや、してないっちゃうね、嘘なんだよ。でもしてるっちゃ嘘なんだよ。だってこの人スイッチ買うもんね。まあそうですね、スイッチとコントでもね、コントローラーがね、そうなんですよね、このね、なんだろう、これこの、それウィーのじゃないの。違う、それウィーか。これ、お前、これ吉尾さん、それウィーを持って、それはまずいです。スイッチそこにある。スイッチちっちゃ、これね、スイッチこのこれね、無理だよ、これは。これだとね、それ、これはね、なんだろうね、無理ですよ。ので、アケコンは必須だと思いました、本当に。あの体験会ですか、ビッグカメラか、新宿のやつ行ったんですけども、アケコン必須ですね、間違いなく。堀さんのこれと同じ感じですね、確かに。うん、で、あとなんだろうな、効果音と音声が、まあ、キャラクター全員いるから、ね、そのまま使い回しなのか、スト4から引っ張ってきてるっぽいんですけども、まあ、音声は変えるらしいのでね、まあ、それは好みで。いいかなと思いますけど、バイソンとかがストレートとか、ホークがジャンプして二択にならずコンドルダイブ、言っちゃやべえだろって言っちゃうのみたいなな感じので、そのね、喋るのはいいかもしれないけど、喋りすぎとかね、どうなのみたいな、
ので僕はまあスト2の方の音声に変えるかなと思いましたね。あとあれですね、あのショーに出てた時のバージョンとまた変わっていたらしいので、実際それがね、あの今回の体験会からまた発売まで約1ヶ月ぐらいあったのでね、まあ1ヶ月あったところでその1ヶ月を25日までいじくれるのかって言ったら嘘なわけなので、まあ、ある程度でマスターアップはしてしまうんでしょうけども、どう調整されるのか、まあそうデビデから評価下せばいいだけの話で、あとはあれですね、あの最近のゲームみたいにあの打った後に、うん、調整しますアップデートしました得意の戦法出ればいいんじゃないかなと思うので、あのカプコンさん適当にとりあえず発売日に出してください。それでいいっす。発売日に出してあの1ヶ月後とかそこでまたあのお得意の最近お得意の調整してくれればいいと思うんでね。まあスイッチ自体ね結構面白いゲーム出そうなの で、 あのゼルダがすごい面白いって言いましたね。ゼルダもあれだし、スプラ2はすごい期待できるよ、まあまあ、はいはいはい、マリオカートデラックスとも好調らしいですしね、うん、なんかねスイッチ良さそうなの多い、私悪魔城ドラキュラの伊賀プロデューサーが出すゲームがスイッチ出るということなので、あ、そうなの、はい、いいね、あとまあ聖剣伝説コレクションとか、うん、そういうのが出るらしいのでね、うん、まあ私スイッチ自体は買おうと思ってるので4月末調整しますからね、やっぱやめます、ね、やっぱやめます、実際まだそういうの散々見ていくからさ、しょうがない、ベイトが200人入れるでしょ、大丈夫ですよ、稲葉みたいなもんですよ、200人入っても大丈夫と物置じゃねえけどなので、まあまあね、やって楽しめればいいなという感じでございますね、うん、さて、どうします、そろそろ我々も一つやりに行きますかっていう感じに、お腹減ったかな、お腹減ったのいやいやいや、待ってください、トイレはね、僕あれなんですよ、なんでしょう、ね、松田さんもしないですからね、僕ほらサラマンドとかの長期周回プレイですから、なので 5,6 時間は別に僕トイレ行かないでも大丈夫な人なんで、うん、時間的にもね、ぼちぼち3時間になりまして、もうまあ一区切りとしてはいい感じかなって感じですけど、そうですね、なんか喋り残したことあります、喋り残したことないでしょうね、ちょっと反省会するのは日高屋アンドは餃子の満州、まあ、どっちもなかなかいいですねメンマか餃子食ってビール飲んでみたいな、反省会するのは日高屋、ね、トイレパターンってそこなら死んでも大丈夫とか、あとはあれだよね、なるべく長いところでパッともう席立って行くとかだよね、トイレパターンですね、とね、席立つの嫌なんだよ、トイレなんか行くの甘えてんなみたいな感じでトイレすら甘えだと僕は思ってます。自販機に行くパターン結構ありますよね、僕それすら行かない、もう結構その缶コーヒーを連射ボタンに押しっぱなしにしてその自販機行ってついでなんだタバコ吸って帰ってくるみたいな、僕タバコ吸ってパターンじゃないですか、僕一箱吸う一周するためにタバコ吸って終わりです、飲み物すら飲まず食わず5時間何やってんだろうみたいな、ちなみに自信山のネシカをかざしてから、うん、プレイヤー蹴ってまで結構時間かかるんで、そこでトイレ行くって作戦なんですよ、ちなみにいいじゃねえか、一回どうかちなみに、いやだからその無制限代を譲りたくないんですよ、で無制限代譲りたくないんですけど、あとトイレに行きたいってことでもうねしかかざして始めといて、おむつ履け、おむつペットボトルでいいんじゃないの、おむつだよ、おむつ、北斗はいつでも、まあでも、北斗はあれですね、北斗とかのバサロとかコンボ指導食らった瞬間席立って、もうそうですね、これあれじゃん、ハマさんが昔、うん、チュンリーでダルシム卒の時にチュンリー対ダルシムってチュンリー の遠距離中パンチでカツ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 固められてて、まあ、実際チュンリー側もねダメージは取れないのでどっかしら投げに行かなきゃいけないんだけども、そこをダルシムが投げ返すか投げ返さないかっていうあれなんですが、ずっとこのカツ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 固めをハマさんが昔チュンリーに始められた瞬間に席立って自販機でジュース買って帰ってきて、おまだ固めてるよこいつ変態だろでもちゃんとレバー離してもちゃんとレンガになるのはすごいですね、レンガってそんないっぱいあるじゃん、まあ、まあそうですけど、当日は1クレ50円なの、そうです、1クレ50円です、2クレとかだって2回連チャンやるの回転も遅くなるし、なんだけど海外の連中の方だからとかいろんな人間対戦したいでしょ、うん、なので50円ワンクレジット、ワンコインワンクレジットという形にさせてもらってます、はい、3人それぞれ優勝予想チーム、優勝予想チーム、それは僕は優勝予想チームはそれは僕のチームですよ、優勝する気でいつも出てますからっていうのはまあそれはさておきとして、実際優勝したとこはあれだな、たまちゃんのとこじゃない、あそこ強えってあそこ強えって、たまちゃんのとこ汚ねえよ、相当あれですね、あそこ完全勝ちじゃん、まあ優勝候補で言うんだったらあそこか、フジモンのとこだな、フジモンのところか、うん、オペマイのところか、玉ちゃんのところかなっていう、そうですね、ただ
優勝予想しても何も当たるわけじゃないからまあね、まあ普通予想しとってるとその辺やめちゃいますね。確かになんかくれんだったらいいんだけどね当たったらなんかちなみにごつかせのね、カプコンカップ予想するだけで2回目の配信時間使ってやってましたねあ、そうそれはあそこじゃない。でも本当俺はパッと見て、いやここえぐいなぁと、姿ありいなぁと思ったら、あのエントリーされると、あのね、そのされたのをあのツイッターであれ、あの本編本サイトかあの転載というか記載するためにね、あのかけるごエントリーしたら、あの僕とかあの管理サイトを運営して管理してる人間の方にあのメールが転送されるんですね。僕見た瞬間にのけぞったっていうか、わだーるこれって思ったのが、私ね、あのやっぱタマちゃんのとことオペマイクのとこと藤本くんのとこ、その3つはだるい。その次にだるいなと思ったらですね、バイソン2体、あのアラバマくんとこですか。うん、アラバマ沼、うん、あそこは、うん、やっぱね強キャラ、つったんですよ、そのやっぱ強キャラを抱えている、もしくは強キャラ2枚持ち、まあそれ言ったらうちもそうなんですけどね、ダルシム2枚なので、まあ、そのバイソン2体とかバルログ2体とかはやっぱ強いと思わざるを得ないですよね、非常に。会場貸し切りですか。まあ貸し切りっていう形にはなりますけど、手前の方にあるクイズマジアカだっけとか、そこら辺は別に遊んでもいいんじゃないでしょうかね。うん、形上貸し切りというか、まあそれ以外2台動いてますっけ、うん、はできない状況なんじゃないかな。どうだろうね、音ゲーが動いてると、まあ、うん、気分転換に私はいいですが。ですね、デートなしきは一応、あそうだ、デートなしきのね、これ俺どうなの、一応頼まれたんだけどどうなってるのか分かんないけど、金曜日前夜祭の早い時間から設置すんのか、それとも金曜日も4時からのね、同キャラのエントリー開始とはいえ早い時間から遊びに来る人たちもいるんだろう、だったら木曜のうちにもう事前準備の方しといた方がいいのかなみたいな感じので、ちょっとね筐体の動かしとかそこら辺とか、もしかしたらお手伝いしてくれる人がいたらなというのを、一応ねデイトナ式さんからのあれので、交通費等は何かしら出しますよと。配信はね、スイッチ切り替え式でやろうと思ってます。スイッチ切り替えで、途中途中で変えようかなと思ってたけど、そうするとね、あれだよね、画面に出る情報、どこ、ダンブロックのどの試合とか、その誰と誰がやってるっていうのは非常に難しいなと。大体何台ぐらいですか？15ぐらいいけるんですかね。じゃない？わかんない。何台ぐらいだろうね。置けるだけ。置けるだけ。去年は対戦団何台ぐらいですかっていうふうに言った君、君必ず来るんだろうな去年、まあ、聞くだけ聞いて来ないとか。去年10人ぐらいでしたっけ去年、え去年10人ぐらいでしたっけ、もっとありましたっけ。何が去年の対戦台数って、去年何だったっけ。あそこそもそも何だったの。3が結構分かれて、3セットぐらいずつ分かれて置いてあったイメージあったんですけど、3回も、うん、あとあれか、去年は完全分園になってたよね。分園デイトナ？分園にはなっ、確かタバコ吸う人は外出ないとダメみたいな感じになってなかったっけ。もともとあそこ外に灰皿置いてあるだけで、別に中でも吸ってた気がする。あ、確か分園したんだっけ、なんかそんなような風にしてたな。そう、入り口付近だけしか吸えないようにしてたような気がする。マジか、まさか松田店長の店でそんなことが起きるとは。なんかそんな、そうだね、去年したっけ、そんなのになんかあんま覚えてない。まあタバコ、あ、そうですね、ちょっとタバコルールはちょっと再確認して、まあ、それぞれね、当日もアナウンスします。はい、一応タバコフルはやっていきましょう、うん、なんだろうね、俺は吸いたい時に吸いたい人だけど、まあさすがにね、他人に店が広ければ無縁でいいかなと思いますよ。他人にどうこう迷惑かけてまでとは思わないからね。スイッチ版の画面かサムネ映画賞、これスイッチ版、これあれでしょ、 HD です。HD リミックス、ゴッツガーデンでも絵は一緒です。ゴッツガーデンでもですね、XBOX と XBOX の開け子を持ってくるのが久しぶりすぎてなかなか苦労しましたみたいな感じでしたけどもスイッチ版の画面じゃないですよ、これは。これは XBOX360 と PS3 で出たやつです。そうです。ていうかもうそろそろ終わりか。いや、まあ延長もできるんですけどネタがね、まあ我々としてもそろそろ、まああとで30分になりますし、これ誰のみんな気にしてんのこれ。お、気になるだろう。これラオウには抜け作。これ見えます？皆さん。これ気になる。ファミコンジャンプ英雄列伝。これ気になりますね。これ絵に出てるやつは全員。